あ今からスタートします。3、2、1。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 2 3 4 5 6 7 8 9 1十1 1 12、13、14、15。全然始まらないです。はい、始まりました。それではお疲れ様ですえ。お疲れ様です,様です。ありがとうございます。 すませあのれくさんめでたく日経テレト大学が最終回告知されましたああおめでたくなんですかえう最終回告知はめでたいのかどうか僕は分かんないんでいや全然めでたくねえかまあ記念無色記念ということでまあでももう新チャンネル今1万7000人ぐらい登録者来てるんで新しいチャンネルはすごくめでたい感じで始まってるんじゃないですか <laughs> でも40過ぎた無職の YouTuber が1万人を届けそうで食えるかっていうのが厳しいですよね。<laughs> まあ食えないだろうな、それは。<laughs> すごいですよ、でももうすでに4500人の方見てくださってますよ、無職の YouTuber。すごいよ、これ、うすごい <laughs> 新チャンネルでこれだけ、ねあのー、生配信で呼べるってとてつもないことだと思いますよ。 それもすごいんですけど、その日系テル東大学が潰れた理由、二大巨頭、後藤さんと僕を最初に呼んでやるっていう時点で性格悪いって、ね、<laughs> 本当に本当に二大巨頭か分かんないですけどね。ひろゆきさん、盛りすぎだと私は踏んでる私も真相知らないから。<laughs> まあ、でも原因はどっちかと両方だと思いますよ、やっぱり。そうなんですか。<laughs> <laughs> <laughs> てかまああんまりその辺も深掘りするのもあれかなとは思ってますけどね。<laughs> <え> <laughs> あヒロミさん、リハックの最終回は、うん、てヒロミさん酔っ払ってるでしょ。りましたいや、めちゃくちゃかわかいですわ。あ、マジですか、すいません。<laughs> どこで何やってるんですか、そもそも今。いや、今、ホテル住まいで明日帰るんですけど、ちょっと飲み会があって、はい、飲み会終わって参加した感じです。あ、日本なんす今ね。あ、そうです、そうです。え、ホテルのビジネスセンター的なところです。あ、ビジネスセンターあ、わざわざありがとうございます。い,い 誰と飲んでたんすかちなみに言えるんすかあのなんかアップティっていうあの T シャツ屋さんの人たちと、うん、あの飲み会昨日そのなんかイベント一緒に出てっていうのがあってで今日そのついでるご飯ご何やってんですかなんかパリコレうん何あの服装のやつでコレクションで奥さんと二人でハートマークつかった <laughs> <laughs> よんじで、はいそうです。はい、お父さん見た うんなんかちょっと見た見たハート失敗してたやつでしょ。よくご存知です。<laughs> すみません。はいはいはい。でいやあの藤木、はい、さんリハックの最終回さっき8時に公開したんですけど見ました？見ただけで。一応、はい、あめしちゃめしちゃあのさらっと2倍速で。どうでした？いやなんかまあもと,もとほら僕別にズームで喋って聞いてることが流れただけなので別にどうどうもなんもないんですけどなんかスパチャとか飛んでて高橋さんには一円も入らないのになーって思いながら見てました。<laughs> はい なんか4万,4万いくらみたいなのすごいのも飛んでましたけどね。うん、それ全部俺に入んないから本当に。これねなんか新チャンネルまだね、このチャンネルスパチャ投げられないんです。で、多分これあのー、広告が載せられるステージに上がらないとスパチャ投げられない仕組みなんですかね。あのみんななんかそうそう投げたがってるのになんかあのスパチャさせてくれみたいなチャットがいっぱい来てますよ。めっちゃあのー あそうかこれ全然最後に言うと思ったけど、スパチャ本当に全然ね、ありがたいですけど、まだ本当にさ、さっきというか、さっき立ち上げたようなチャンネルなんで、数日前に投げられない広告も収入もないし、スパチャの収入もないんで、うん、もしあれな方は、一応ね、なんか楽屋トークするサブスクみたいなんですよ、一応。サブスクはもうできるのサブスク、多分、俺よく分かってないんだけど、多分できてて、うん、リハックのリハ、リハック、このチャンネル一応、リハックっていうチャンネルになりまして、K が9になったんですけど、それの公式ツイッターに、 サブスクのリンク貼ってるらしい。なんか、サブスクのリンクも直接貼れないらしいですよ、ペ a ペーユーチューバーは。はい。<laughs> えー、だから、前もって作って、で、登録者数とか、そう、再生時間を増やして、収益化の LINE を超えてからスタートすればいいのに、何も考えないで、ね、ここ作るから。<laughs> いや、作る暇なかったよ、本当と、よう 本当に、またもう本当にね、何にも考えてないで作ったもの、とりあえず。<laughs> なんかでもね、あの、わ私も1年ぐらい前、個人のチャンネル作りましたけど、あの収益化できるの割とスムーズで、1週間ぐらいでもう OK になって、もうなんか8日目か9日目ぐらいから、もうか、あのー、広告収入入るようになりましたよ。<laughs> あ、本当ですかうん、なんか人によるらしいんですけどね。はい、で、<の>これだけ。運ができたらそうです。これ<う>だ,だけ登録者が、うん。でもこれだけ登録者一気にいってたら、なんか割となんか、 あのいい感じじですぐ行けんじゃないかなって気しまあいだ、まあ、そうですよね、本当に、まあ、でもスパチャ、もし投げようとしてくれる方がいたらその、基本的にはこのリハックって、日経テレ東大学と同じく、うん、基本的にはもう、ほぼ全ての動画は、基本的に無料で YouTube で見れて、いろんな人を見れるっていのがいいと思ってるから、うん、そうしようと思ってますと。うん、で一切情報価値のない <laughs> クソみたいな楽屋トークだけ、ちょっと置くサブスクを、一応880円ぐらいでやってて、まあ、スパチャクルとしてだったら8000円ぐらいの1年コースもあるから、超コアなファンが居酒屋寄るような気分で、ちょっとこう、入ってくれみたいな、<え>そんな感じでも。もの好きな人はね、うん、俺、今んところこれ、製作費全部退職金から出してるからね。たた高橋さんで、ね、なんか全然俺、貯金ね的なこと、番組でよく言ってた気がしますけど、あんま貯金ないんですか 何だよだい,な,いなんか読むけど、うん、でも東京三菱 UFJ 銀行の口座は、うん、ほぼマイナスで推移してるからね。えー、じゃあもう、売り上げ立たなかったら、もう3か月後ぐらいに破産しててもおかしくないぐらいの感じあそうあ、だから、言われる送ろうかな、あの、今回ね、うん、そう、リハックっていうチャンネル立ち上げたじゃないですか。うん、で、会社も立ち上げて、株式会社、となりっていうんですけど、うん、それの、なんか、あの一応、なんとか、アドバイスを、斎藤悠馬さんって知ってますよ、ひろゆきさん。 あなんんかあの高橋ささに名前出されてちょっとググりました、ね、あのデロイトトーマツの方ですよね。デロイトなんかベンチャーサポートって社長やってる、うん、公認会計士で社長やってる人いて、なんかこの人、うん、ピボットとかにちょいちょい出てるんですけど、俺なんか大学ぐらいから友達なんですよ。で、だちょっと見せてみたの、会社こんな感じの資金繰りですよって言ったら、なんか2、3か月で倒産リスカルみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> そうか。 いやサブスクサブスク入ってもらわないとちょっと <laughs> マジで飛ぶ可能性があるね。サブスク入ってもそのちゃんと金額来るの多分ん3か月ぐらいラグがあるんで、もう倒産決定コースじゃないですか。いやいや、ちょっと待って、俺も退職金ちょっと入ったからさ、そこはしのげるだろう、俺。でも退職金少なかったって言ってたじゃん。<laughs> そうだ,だからね、資金、それこそいろんな人がね、あのー、なんていうか、 資金調と融資してくれようかっていう本のありがたい申し出だったんだけど、うん、まあ一応なんかメディアだから始め自己資本でやろうっていうふうに思ってやり始めたら大惨事でほ、うんと倒産リスクだよこれ。あ<ー> <laughs> ちなみに高橋さんでいいですかなんかそのパンダさんみたいな,なんか呼び方決めないですかあ今日今日だけは高橋であそうだ俺ひろゆきさんにまだ言ってねえんだよな、うん、だからちょっとぬいぐるみ新しく作りたいからちょっと金貸してもらいたいないんだよひろゆきさんに。 <laughs> だからそんな高いぬいぐるみ買ってる場合じゃないでしょえ何個もぐらいすんだよだ。だから、その会社の運営資金とぬいぐるみ、どっちを取るかって話じゃないですか,ですか <laughs>。ぬいぐるみだろう、そりゃ。ひろゆきさん、ひろゆきさん、ひろきさん。いろんな人に聞いてんだけど、ちょっとぬいぐるみ作りたいんで。 金貸してもらっ縫い,い, <laughs>、えっと、いぐるみ作れないなら貸してもいいんですけど <laughs> まあ片手10万円ぐらいでいいです多分あのみ<う>んなに2 3 0万から50万ぐらいの五感目を募ってて <laughs> 50万超えると後ろに縫い込みで名前入れてあげるからそのあれに <laughs> <laughs> 貸すなら全然大丈夫ですよはい <laughs> ちゃんと返すから大丈夫ですか2年ぐらいかけてはい、はい、あ大丈夫ですはいあっほですちいっとえい,いくいぐらいまで貸います俺にはい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  マジですすぐ振り込めまただそオンライン、あの明日の朝から僕飛行機乗っちゃってるんで <laughs> 多分あの、オンラインになるのが16時間後とかなんで。ちょっと、はい、ひょっとしたら振り込んでもらうかもしれません。い生々しあれパンダぐらいの,あのぬいぐるみ作るのって大体何円ぐらいするもんなんですかたあの、本体だけで。 ちょっと適当なこと言いますよ。うん、俺の予想だと100とか200は絶対いく気がしてて、うん、たぶんねあの、結構あのパンダ、あのパンダね、うんあのー、意外にしっかり作ってるんですよ。へえー。で、一応、あれ結構高いですよね。なんかデザイナーのニールセンさんでしたっけ結構それなりの名のある人が作ってで、造形でお金かけてるので、100万は多分切ることはないと思います、うん、結構でかいですしね、あれ。頭とか超でかいですよね。うんうん いや、でね、ひろゆきさんすごいんですよ。やっぱり世の中優しい人ばっかりで、俺、ダメ元で、ニールセンさんに電話して、 ちょっとそっくりなやつ作ってくれって言ったらすげえ快諾してくれて。あ幸運なんだニ <laughs> ールセンさんってね、視聴者知らない方いるかもしれないですけど、あのテレビの美術すごい有名な方で、えー、アナナマンの、ね、コントのセットとか、すごいよくやってて、まあ本当に超一流の人なんで。やっぱあれなんじゃないの,あのピラメキパンダをあれだけ再活用してくれたことにこう喜んでもらってた面もあるんじゃないのやっぱそうですよ倉庫に 死んでたやつをやつっぱそれ,しそれやっぱ作り出した人からすると嬉しいよね多分ねまあそうザオリックかかったみたいなステージど <laughs> <う>どうですかひろゆきさんだでもね、うん、まあ一応もう俺の中で俯瞰はあるんだけど一応ちょっとシャレで聞いていいですかどんな感じの方がいいと思うんですひろゆきさん次のあれいやだそのパンダっぽい した方がいいけどそのパクリになって権利問題でややこしくなるのはまずいと思ったんですけどニヒルセンさんが作るんだったらそれはもうテレ東は絶対文句言えないんでそれは前に似てる方がいいなと思います。名前は多少変えて商業の問題がある うん、後藤さんはどんなのがいいと思いますまあね、確かにあんまり一緒だと、確かに問題ありそうだけど、やっ,ぱやっぱパンダっていう動物は相当なね、この,あの,この,あの高橋さんね、この1、2年やってきた番組と結びついてるし、なんかガラッと動物変わっちゃうのはどうかなと思うので、基本パンダじゃないのっていう気がしますけどね。いいです、ね、あ<ー>一応ね、一応こうしようかなって思ってるの もうあるんですか、うん、それで、実は他の番組を収録しちゃったから、あの呼び名を、うん、ちょっと一応、じゃ発表しとくと、<laughs> ううもうできてんのかいっていう、ね、顔,顔はそ、<laughs> そっくり言,言うと、本当に問題ないですけど、顔はなんとなく似てるように感じるかもしれないけど、<laughs> 一応ね、このチャンネル名、リハックじゃないですか、うん、リハックマっていうクマにした。クマリハックマ あーそう、全部そ,そっちでリラックマのパクリですよ。うや言うな、言うな、言うな、ちょっとそういう。いや <laughs> リラックマだから、か関係ない、それは。ああ、なんか良さそうな気もする。え、いいのか、いいのか、お父さん、いいんだ、それ。<laughs> 色は、色は、色。<laughs> なんか 茶色なのかな、まだもう一回、ニールセンさんと打ち合わせするんですけど。<laughs> いや、それリラックマンのパクリですよね。<laughs> いいてよそういうこと単語言うなよ生配信なんだから。<laughs> リ,リハックマンだったでしょ、リハックマ,クマ <laughs> ちっちゃいまあまあまあ、まあまあ、あの高橋さんが決めることだから何も言いません。<laughs> でもなん,かなんか好きになってきません <laughs> 後藤さん、ヒロキさん、リハックマン。 いやだから、もっと有名なあれがいらっしゃるので、本当にやっぱそこらへんの,の下品さが本当に高橋さんらしいですよね。<laughs> <laughs> いやだから下品な順で言うと、多分今の業界で言うと、多分ピボット、ニュースピックス、アベプラ、俺だからね。<laughs> いや、下品ランキングでいくと結構高橋さん、人間としては上の方にいる下品さですよ。そうだよ。ピピボッットとニュースピクスク一番上にいて、うんでは アベプラと俺が同じくらいかないやアベプラとだいぶ違うでしょ <laughs> <laughs> 違うで。見せかけて見せかけて本物の経済学の話とか、うん、本当の哲学の話をお届けするのがリハックチャンネルですからちょっと先に一個疑問があるんですけどその200万とかかけてネイに作るじゃないですか、はい、でも高橋さんって番組出る時に着てる服って2種類しかないですよね よく知ってますね。そのジャケットだと、きったねとね。このジャケット、<っ>このジャケットが七八割ですよね。<laughs> このジャケット、八割、あとジャージでしょ、茶色いジャージで、えー <laughs>。そっちのバリエーション動画は、もっと大事じゃないですか。<laughs> <laughs> これね、本当に視聴者の方、絶対わかんないと思うんですけど。めちゃめちゃ臭いんですよ。<laughs> 洗ってないから、一着しかないから。 でね今日もこの前こ、今お台場なんですけど、お台場で AKB のロケやってたんだけど、すごい避けてくんだよな俺が通ると AK B、AKB が <laughs> <laughs>。やばいっすよ、だからテレビ局やめて、無職のおじさんが服が同じのずっと着てて、臭いって、もう完全に人として落ちたコースですよ。<laughs> まあね、41歳臭いって結構やばいですからね。 <laughs> うん、いや本当は奥さんとかお子さんがほんと忍びないいや妻はほんあんま妻の話手と来ないんですけど妻は本当に俺の臭さに苛立ってます <laughs> 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 でもね最近すごいいいかファブリーズみたいのをて結構いけるんですよファブリーズで <laughs> ああそうなんであのジャージャー毎回洗ってるしねあジャージャー洗ってるんですか じゃ,じゃあ、あの黄色いパーカー、僕、プライベートで着ないですけど、高橋さん、あのジャージプライベートでも着てるじゃないですか。あれで焼肉食いに行ったりしてましたよねプライベートで何回か高橋さん見たんですけど、いつもあれ着てますよね。<laughs> <laughs> ちょっとな、買う、なんか後藤さん、ちょっと、んなんかほら、離職祝いで、ちょっとなんか買ってくださいよ、青木とかで、青木か買ち,ょちょっと前まで年収1800万円の上場企業の社員だったんですよ。いや俺、えー、あれですよ、ちょっとひろゆきさんに言ったかもしれないですけど、辞めるときに人事部で、いやー、高橋君って言われて、高橋君は平で一番給料高かったって言われましたからね、本当に。だから本当にね <laughs> 大変なの、争そうだよ、800ぐらいあったんだよな。中橋さん、ね、今まで何に金使ってた、1800万もあれば、普通、どんどん貯金貯まるでしょ。いや、これだから、あんまり、なんて嘘言っても、後で経歴詐欺だみたいになっちゃうと、一応言っとくと、うん、あの、全く蓄えがないわけじゃなくて、俺ね、一個ね、なんかあの、正方型の、絶対動かせねえ貯金みたいなの,あるのよなんか、俺、それをなんかこう、友達にこれはすげえいいって言われて、なんか入っちゃったら、10年とか下ろせないやつで。 それを月10万ぐらいは確かにやってた、まあ少ないけど、俺の年収からしたら。<laughs> 月10万はそれを一応やってて。それは120万かけ1 0年で1200万円分ぐらいあるみたいな。まあ5年ぐらいね、結婚してからだから。あじゃあ600万円ぐらいある <laughs>、はい、?600 万ぐらいは。<laughs> <laughs> 動かない、流動性の極めて低いさんが。うん、あ,であとはでも現金、本当にねんだよ、ね、でもね、結構やばい車買ったりしてるから。なんか そいいい車じゃななすよ、ね、人の車をなんてことでフランス車だぞあれは <laughs> 300万か400万ぐらいで安かったけど <laughs> 燃費はいいんであれイオクしか使えないですよあそうですねあの車自体安いんですよ400とか300ぐらいなんですけど、まあ、これ安いかどうかっていうのまたありますけどそうかコメントでプルデンシャルかなってなってるんですけどプルデンシャルのやつなんですか <laughs> ちょっとまあ具体名言うと差し障るからまあ,ちょっとあれですけど <laughs> 俺も情弱だからさ本当にはあ で,まあでも、正解ですね、その下ろせないは。いほら家,庭家庭を守るためには、だって、あるものを全部使っちゃう、高橋さんの結婚した以上は、やっぱり下ろせないのを作らなきゃいけないってアドバイスは正解ですよ。いやでもちょっと怖いのは、それに入った時に、それ生命保険型なんですけど、もう1個、だから早く死ねば死ぬだけ大量にお金が下りる保険にも一緒に入らされたんですよ、妻に正楽しい。<laughs> これは やっぱまああるじゃないですか、そういうの、確かにローンとかね、まだの俺ローン組んでないですけど、まあ、若い時死んだ方が大変ですからね。だけど俺、この商品って逆モチベーション働くんちゃうかなと思ってよくよく考えたら。あ,あそれで受け取りに僕で高橋さんかけれるならかけたいな。<laughs> やめてくれよ。結構、そんな倍率、ね、なんか割といいんじゃないかって気しますけど。倍率いいとか言わんないで、これから今ダイエットするって本当言ってんだから今。<laughs> で、 今日俺の体重の話しに来たんじゃないですよ、ひろゆきさん。<laughs> は,いは,いはい、はい、はい。視聴者の方もいっぱい見てくれて、いるんです、うん、今何人ぐらい見てるのちょっとよくわかんない。8000、8600人だって。いや、めっちゃありがたいわ、ほんとに。こだ、うん、みんなお酒飲みながら、ね、見ていただきたいんですけど、これ大した話しないですからね。うんうん、一応、このチャンネルで、今年ね、もう3月ですけど、えー、どんなことやっていかの、えー、告知と、じゃどんな問題話し合ってっか言いたいんですけど、うん、一応、ね、あの、他のちょ,っとちょっとしたショート動画にも書いておいたんですけど、一応、 毎日配信を目指したいんですよ。うん。なんで笑うんですか、そう。できるじゃん、無理かな。いや、なんかほら、YouTuber とかって最初、思い入りするから、そういうこと言うんですよ。うん、<laughs> で、今もう、うんあの、毎日配信してるトップ YouTuber はいません。本当大変ですからね、毎日って。はい 2> 週 2, 2週3でも特にきついしあの、これまでより完全にマンパワー落ちるわけじゃないですか。はい、まあまあ、目指すって言ってるだけですからね、約束しますはだめですけど、目指すだったらいいんじゃないですかね。目指すのよ。そのために、<laughs> そのために、だからチャンネル登録者数の方に増えていただいて、うん、かつ、何、その、それでアドセンスとかで、スポンサーとコンテンツもやって、うん、スタッフもあって、いろんな形で制作費をペイするようにしたいんだけど、一応、毎日配信でやりたいんだけど、無理かな。 い結局、毎日配信やると企画の質が下がるのと、うん、ユーザーがそこまで毎日見れないので平均再生数下がるんですよ。うん、で平均再生数下がってでそのわこで告知がいっぱい来るから、うん、このチャンネルうぜえっつってチャンネル登録外してくんですよ。うん、なのでうまく回らないっていうのはもう証明済みなんですよ、みんな同じ道歩んでるんだよ。 いやそれは金もあるし、そ,のそれなりの人呼べるだけのブランド力があるじゃないですか、今、無職ユーチューバーそ40歳、んなうん、だから、一応、だって今回、会社にしたし、制作費も日経,日経ってなくの、まあ具体的な金額はちょっと言いづらいですけど、向、うん、こうの会社の、もう俺を辞めちまった会社の話のことだから、うん、ただ、それくらいまでちゃんといけば同じ体制を組めるわけじゃないですか。 ええとあの日系テレ東大学に出る人はそのギャラがこれだから出るとかじゃないですよ。ムラ感があるところだから出てもいいかなってなるんですけど、その聞いたことがね <laughs> 株式会社隣の高橋ですみたいな仕方の終わりですよそのメール。<laughs> そうでもブッキング力がどこまで下がってどこまでこの先半年で回復できるかってめちゃくちゃ大事なポイントですよね。だこれが割と今それこそその登録者がもう一万七千人とか来てるぐらいだからあの一、ー、ヶ月経てば何十万人 ととか言っっててるる可能性だって結構あると思うんですよでそうなってくると割といろんな人に見てもらえるっていう、うん、その演者がで出たくなる要因にはなるかもしれないけども、うん、一方でやっぱりその日経とかテレ東みたいな、うん、そういう看板が消えてるのも事実だから、うん、今まで出てた人がどっちの方をより重視したのかっていうのは分かんないですよねた例えばこのチャンネルでいつか登録者100万ぐらいになって同じように見られるようになった時にまた菅さんが出てくれるのとか片山さつきさんが出てくれるのとか、うん、そこが ちょっと見どころとか読めないところだよね。<laughs> だからもうこれはまずね、うん、それで言うとまあいろんなスタートアップの方とか、ビビる大木さんはツイッターで出てくれるって言ってましたよね。<laughs> <laughs> 無視されるかなあのメロクチャやっぱり <laughs> <laughs> 菅さんの場合だとあの秘書さんとかが話していたより出せない話を漏らすぞって言ったら、うん、それ漏らすぐらいだったら出ますって出てくれるかもしれないですね俺が脅すってこと菅さん世から削れるかもしれない <laughs> <laughs> いやそれはでもこれ,これはどうですかひろゆきさん例えば<れ>、まあ、今政治の話だとか政治で言うと なんかたまたまこの間、会ったら、もうこれ、俺、ここで言っちゃうと思うんだけど、本人の許可なく、国民民主党の玉木さんは別に出てもいいよみたいなこと言ってたんですよ。だから、仮に、じゃあ出てくれ、本当に出てくれたとして、出てくれたとしてね、うんうん、もう全部の生徒に一回ちゃんと出てくださいってオファーしてて、なんか断られたら腹いせに、全部ツイッターであそこ出てくれなかったわって言いつけるんだと。<laughs> めちゃくちゃ下品だな、それと <laughs> <laughs> ももうニコニコ動画で昔やりました。 <laughs> 聞きます、それ。あの別に見てもいないんですよ、お<う>その愚痴とか出てくれなかったとかを、<う>社会的影響力ゼロなんで、だめ、うん、か、はい。で、その後、なんかあのすごい大物が出るようになると、喜んでほいほい出てくるんですよ。き今日のまずここの1個目どうやってブッキングするか会議なんですけど、まあ、じゃまず政治編、うん、どうやって、大事なのはやっぱ自民党じゃないですか、自民党をどうやってブッキングするか、ろきさん。 やっぱ弱みを握るじゃないですか<誰>弱みか誰の弱み人の弱みは俺握らずに生きてきたからあれなんだけど自民でもほら人んちとかつけてって撮影するの超得意じゃないですか得意だなそういう下世話のやつは得意だなじゃあ出ないんだったら僕1週間ずっとこれからあなたを追い続けますよって言ったらもうじゃあ1時間収録参加するから許してってなるじゃないですかこれ 1, 1個持ってた、はい、これ俺まだ、ね、世の中で言ったことないんだけど 俺ね、この間、リハックやってたときに木原誠二さんいたじゃないですか。うん、木原誠二さん、実は俺、初めましてってった人たちと向こう覚えてなかったからスルーしてたんだけど俺、実は会うの1回目じゃないんですよ。うん、で、確かに木原さんの18年前ぐらいの多分ね、世に出てない政治家になる前のエピソード一発持ってんな。<laughs> <laughs> 18年前って学生とかですかテレビ局になったばっかり<う>えっとね、木原さんが財務省で、俺、まだ学生だったな。へーほーこれをネタに、木原さんに出てもらおうと思ったんだけど、ただね、ちょっと問題なのは。 今の木原さんのスタンスは俺、いいも悪いも判断しないですよ。俺、すごいニュートラルにこのチャンネルいこうと思ってるんで、うん、自民から全部付き合うというような,なこうとをい思ってるんで、今の木原さんについていい割りは判断しないです。うん、ただ、俺がその握ってるエピソード、一個やばいのは、本当にすげえいいエピソードなんですよ。あ<ー>脅しになんねんだよ。<laughs> だから、そうやっぱプラットって大事じゃないですか。<え>だから、高橋さんが東京に住んでるガーシーって何のものどうですか やだよ本当に俺、保育園でただでさえ今悔し泣きしたっつっていじられかけてんだから、まともにで。ほら、<laughs> 出てくれないといろんな秘密ばらすぞってこう生配信で言い続ける。<laughs> いや、俺、そんな秘密マジ持ってない。俺、本当にね、そ,そ,のそれはだめやり方として俺、あんま好きじゃなくてなん。そうなんだよな。自民党、誰、やらさんは絶対くんねえだろうからな。 まあで,でもさ,さっき玉木さんみたいな人が出てくれるって言ってるんだったら、まあ、出ていただいて、まあ、もちろん後で正当のバランスは取ればいいと思うんですけど他にもいろいろそのもともと YouTube とか出るの好きな方っていらっしゃるじゃないですかそれをこういくつかブッキングしていってでかつそれがそれなりにこう 再生数回るようになってくると、こ,うこのチャンネルに政治家として出るのが一つのやり方としてあるっていう経験則が積み上がってきたら、あじゃあ,あ、過去誰々さん出てこうなってますよ、こうなってますよ、こんな感じでいいふうに見せてられてますよってなると、ええ、あじゃあ出るかって多分なると思うので、まあ、最初、出てくれやすい人を3つ、4つ、実績作って次につなげていくみたいな感じじゃないですか。石石ささんんんかねえかなな <laughs> なやっっっぱりなリハックもも初めの頃石破さん出てくれたたちょっと空気買ったもんな、うん 石破さんあれ誰か石破さんと繋がってないですか、ひろきさんとか。いや、あんた繋がってるだろう <laughs> な。俺、あんまり、とはいえ個人的に仲良くしてるわけじゃないんで、仕事で本当、テレビ東京の高橋として多分付き合ってもまっただけで、今、本当に株式会社隣、隣内、各資本金200万円の <laughs> 中小企業 <laughs> でも、あのその日経テレと大にが残ってる間にやった方がいいと思うんですよね。 いやこういうコンテンツです、再生数これだけいきましたってあれば、あじゃあってなるじゃないですか、そのチャンネルが今、弱小だとしても。でもそれが消えちゃうと、そのチャンネル登録者数1万のおっさんが言ってるっていう、もう本当にひどい状況のオファんになると思うんですよ <laughs> そうだ、ね、今まだ広いゆかないさんの8分の1ぐらいだもんな、チャンネル登録者数。<laughs> <laughs> ちょっとこれなんとかだから十万から二十万ぐらいもうこうみ見,見てる皆さんももう本当に口コミでぜひ宣伝しれてもこう、うん、ぜひね三十万ぐらいいけばもうただ日経テルト大学で政治家のコンテンツをやってるから再生数が伸びたってるだけで果たしてそれが本当に登録に結びつくユーザーだったのかその企画だったのかっていうのは結構微妙な気がするんですよね。うん、おどういうことですか。もうちょっと詳しく。その 政治家って基本そんなに伸びないじゃないですか要はいろんなチャンネルと出ていろんなこと言ってるし、うん、同じようなことしか言わないし、うん、で実はサンジャー片山さつきさんファンだったら片山さつきチャンネルは登録すると思うんですけど一、うん、回片山さつき出たよねぐらいでもう一回出たからもう同じような話もしないから出ないじゃないですかそしたら登録してもしょうがねえやってなる可能性があってでもなんか俺やっぱ会話してるとやっぱ政治の方々って面白くて。 結構ね、半年経つと全然違う問題にちゃんと詳しくなられてて、<ー>でかなりやっぱり今と、こんなちょっとこんなこと勝手に、なんかこ,こんなこと勝手にここでばらしていいのかよく分かんないけど、玉木さんとこれ軽く話した時も、全然やっぱ1年前と、たぶん具体的には言わないですけど、問題に思ってることとか、たぶんやろうとなさってることとか関心は結構違くて面白そうですよね、うんで。結構半年1年経つとも、イシューも変わるじゃないですか。うん。だから全然しん ままるるさんみたいな新片山さつきさんみたいな、うん、だから片山さつきさんとかね日経テレ東大学また出たい雰囲気すごくあったし、うん、再生数伸びてるそれこそひろゆきさんと話したいみたいなこともなんか言ってたと思うのでひろゆきさんがもし出てくれるんだったらね結構あのいけそうな気もするけどなちょっとギャラとかどうなってるのかよく知らないけど政治家はそういや,いやまあ俺ら一応払うスタンスで日経テレ東大学やってたんですけど、うん、いらないっていうご自体なさるかもしれないね あむしろやっぱりいろんな国民にリーチできるっていうレい。へたり高橋さんから金もらう方がやべえってことは起きてますね。なので、か政治家は結構コストは安いと思うんですよね、知名度に比べるとうそうですよね、だからまあ政治家さんやってきてるんだけどな、自民党一人目では誰かな、片山さつきさんか。 柴さんかいやだから、うん、そう、となっても許されるわけだから、うん、でも、政治家の片山さつきさんと対談相手、ユタボンとか、普通呼ばない人をぶつけるとか。いや、俺、やっぱりね、ピボット目指してるからね。<laughs> 全然、全然逆だから、ね、クリーンなメディアを、俺は <laughs> あの、クリーンなメディアを目指して、いや、別に言ってたのかどう,こうって言ってるわけじゃないですよ。うんうん、あの 基本的には妥当ピボット、妥当ニュースピックスを目指してるから、今のところ。でも、日経テレ東大学つぶれたとき、みんなだろうねって言って、芸いろいろ思いつくわけじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> いや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 、うん、本当にまず,ま,ずまずニュースピックスとピボット超えるところからだから。でもね、この、ね、登録者数についてはあの、断言はできないけど、結構伸びると私はふ踏んでいて、っていうのは、 今ここでまあ1万7000人ぐらいになってきてますけれども、あのー、これって、この1万7000人って、 あの、めちゃくちゃ日系テレ東大学好きだった人ばっかりだと思うんですよね。ありがたいですよ、本当に。うん、となると、多分 YouTube のアルゴリズムは、このチャンネルと日系テレ東大学は恐ろしいほど関係性が高いってなるので、今まで日系テレ東大学をよく見てた人のおすすめ動画に、このひろゆきさんの顔とか、あの、うん、さっきも成田さんのやつももう流れてましたけど、それがどん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 出てくるはずなんですよ。お、なんだってなって、あ、これできたんだってすぐ認知してもらえるので、日系テレ東大学のコア、 なユーザーあの100万人のうち何十万人か知らないけどその人はすぐ移る気がするんですよねあの月末とか行くとおこんな伸びたんだってなる世界をなんとなく予見してますいや本当にねもう、うん、なんかミュートにしといてもいいからチャンネル登録してくれ本当に本気だな <laughs> <の>本気だよだって大変 <laughs> でしょうよコメントで僕ありだなと思ったのが小野田紀美さんあコメントで小野田さんって来て選びましたね あの小野田さんね、僕もうなんでそんなに生きるかわかんないんですけど、人気なんですよね。で、多分、メディアに出て長時間話すみたいなの、あんまりやったことない人なんで、多分やるだけで再生数すげえ伸びると思うんですよね。うん、小野田さんは確かに日経テレ東大でもお声かけてなかった気がするから、いいですねう要はあの反公明党なんで、メディアが呼べるわけないじゃないですか。だからいきなりチャンネルが潰れそうな発言を言ってくるんじゃねえよ。<laughs> <laughs> <laughs> えまあ、なんていうの、ノーコメントだよ、それは <laughs> <笑><笑>いや。まずはやっぱり、もうちょっと、あれあでも、例えば私、ほら、ね、この賞金200万円の零細企業を立ち上げたばっかりだから、まあ、本当はね、後藤さんっていうスタートアップ担当の方でしたっけ、大臣さんとか、小林文明さんはこの間出てくれたじゃないですか、スタートアップ詳しいし。 いや出てくれるなら全然面白いと思うんですけど、出づらいと思うんですよね、僕、宿題出しちゃったせいで。え、そうだよな。宿題どうなりましたって話になっちゃうじゃないですか。ああち,ょちょっとううるうる覚覚ええなんですけどうるうるちょっとごめんなさい、間違ってたかもしれないんですけど、あの宿題の答えね、俺、小林さん、本当だったらさすがだなと思ったのは、確かね、一人に、ひろゆきさん、一人に説明するわけにはいかないけどっていうことで、公約にブログかなんかで答え。 やっっってたた気がすすち、ね、ちょっちょっとと間違後で見ておきます俺,俺、それさ忙しくて読めてなくて、その曲があって、<え>だとしたらあの人、すごい人だと思って、ちょっと本当かどうかわかんないけど。読めてないっていうか呼ばないんだ、なあれだけ参加していただいて、お世話になっている人にもかかわらず、ブログの一つも見ないんだ。いや、俺、ちょっと本当そのタイミングで、ちょっと1個だけ言わけさせてもと、本当そのタイミングで、東京リベンジャーズにすごいハマっちゃって、前回、一気込みしなく本当にた <laughs> <laughs> これね、小林さんまで手間なかった本当に。潔 <laughs> いクズですね <laughs> 東京リベンジャーズ読みましためちゃくちゃ面白いですからね。いやまあ僕も途中まで読んでますけど後藤、ね、<laughs> さんとか東京リベンジャーズ読んでちょっと,ちょっとキャラも変えるってもありですよ多分。はいあの。そうそう面白い。じゃあちょっとひろゆきさんと後藤さんに聞いていきたいんですけどちょっと次のじゃあ初めの頃は。 政治家さん、ちょっとね、あのお付き合いいただける方がお付き合いいただいて,て、うん、ちょっと徐々にいろいろ広げていくという。まあでも政治系だけで、これ基本ビジネスメディアですから、いろいろ政治も経済もいろいろやっていきたいんですけど、うん、え次はね、でもせっかく、俺もほら、テレ東を辞めて、うん、まあ日系テレ東大学でもなくなったわけじゃないですか。だとすると。で、基本的にはニュートラルだし、中立だし、いい番組作っていきたいと思うんですよね。うんうん、誰もが楽しくいい番組。だけど、日系テレ東大学にいたからこそできなかったこともあると思ってて、うん、例えばやっぱテレ東のグループだし、 日本経済新聞社っていうメディアのグループにいるわけだし、いろいろできなかったこといっぱいあると思うんですよね。でそれは過激なことじゃない、過激なことを全然や,やるつもりないから、過激っていのいい意味の過激あるけどね、なんかその、ぎりぎりを攻めるっていうのは別に違うと思ってて、法律的に。そういう意味でいうと、なんかできなかったことで、今新しくやった方がいいもんってな、なんだと思うんですよ、廣きさんのことで,、ね、でもなんか、危険なところに命をかけていくは、テレ東社員自体はできなかったんで、もういいんじゃないですか、生命保険か買ってるし。 <laughs> なんで俺がその生命のリスクを犯さなきゃいけないんだよ、子供がまだ5歳なのに <laughs> い。いや、今、高橋さんが今、ちびちび稼ぐより、多分亡くなった方が5歳の子供の生活安定しますよ。ちょっと、ちょっと待ってくれよ。ちょってなんてこと言ってんだ、ね、よ。<laughs> サイコパスなのか。<laughs> えっと、そうね、<laughs> まあ、あのそうねじゃねえよ。あのまあ、5歳ならギリギリ忘れるか、俺の今までの記憶は <laughs>、うんまあ。新しいお父さんができて、ふわっと忘れてくれるんで <laughs>。<laughs> いや。 まあ確かにね、確かに私は、その、あれなんだよね、そういう世界の秘境の命がけのところ行くの結構好きですからね、えー。まあ、好きな、好きなんですけど、まあそれは別に個人的にやりたいと思うんですけど、そういうコンテンツししてもいいんだけど。やっぱ今からウクライナじゃないですかウクライナね。うん。まあ、なんだろうなお。僕にそのジャーナリストとしての、このスキルとか、 んまな流るかって言われると、俺やっぱ日経テレト大学ってずっと言ってたのは、ジャーナリズムではないっていうふうに思ってて、ジャ,ジャーナリストじゃないんですよ、うんで。ジャーナリズムができなかったことを保管しようと思ってたっていうのがあるんですけど、うん、ジャーナリストじゃないから、やっぱなんかこのエン,エンターテインメントの人が今、ウクライナに行くっていうことが、果たしていいのかどうかっていうお、俺が勝手に知らない国で死ぬぶにはいいんだけど、戦争を当事国に行くと、ちょっといろんなご迷惑おかけするんじゃないですか、たぶん。でもなんか、キエフとか結構もう生活普通になってるっぽいので、ね、 キエフのマクドナルドで食ってみたみたいな動画を上げるだけで多分再生するんですよ。これもう本当のユーチューバーじゃないですか、これ <laughs> あとやっぱり、キエフで命がけで戦ってる人いますからね、ウクライナとか。<laughs> ちょっと軽々しい再生回数手当てで、戦争の現場に行くほど、うん、やっぱりですね、大型<お>は。デヴィ夫人バッシングを始めた。いや、デヴィ夫人は俺はすごいお世話になったからね、昔いろんな場 <laughs> あれですけどデヴィ夫人の悪口は言えないですけれども。 例えば、そなんだろうなぁ、ほ他にないあ。じゃあ、トルコでなんか災害救助をお手伝いすればいいんじゃないですか、その太ったの中で。太った中で邪魔だろ、トルコ行っても。<laughs> まあでもなんかそ、確かに長期どっかにロケ行くとかしづらかったかもしれないですからね。 ほら奥さんも多分高橋さんいない方が幸せだと思うので、ね、長期どっか行っていただいて <laughs> 昨日も一緒にご飯食べようって夕飯誘われましたよ、ちゃんと <laughs> 家族なのに夕飯が誘われる誘われないの関係性っていう時点でおかしいでしょ <laughs> そうですね、それおかしいんですけど、例えばね、危険なとこ行くもいいんですけど、例えばですけど、なんかこう、構造とかこう、 縛りとしてできなかったことあるかなと思って、例えばいや、ちょっと、あのー、全然質問想定してなかったんで、ジャストアイデアですけど、やっぱそのメディアについて語るのって難しかった気もするんですよね。やっぱりその、例えば日系を批判、批判するつもりはないけども、日系の批判にもつながりかねないようなことって多分やりにくかったと思うし、あるいはたと、例えばだけど、 あの、アベマの平石さんとか、ピボットの佐々木さんとか呼んで、あの、既存メディアとこれからのメディアについて議論してみるだとか、あの、これからの政治報道、経済報道ってどうなっていくのかみたいなのを、既存の立場にとらわれずに、なんかオープンな感じで議論するのとか、だったら、例えばこれまでしづらかったことかな。まあ、それがどれぐらい、あの、ビュー取れるかわかんないけど、うん、その辺は一つあるかなと思ったりしますけどね。どうかな。 でもおっしゃる通りで、例えば日経大会で、ちょっと完全になかったかどうかって言ったらあれですけど、たぶ、うん多分ね、他の新聞社の社員の方出づらかったと思うんです多分出よ、うん、朝日とか読む記者の方とか。かつ、やっぱり呼んでたら、なんか、おいって言われちゃうリスクがなんかありそうな気もするしね、朝日の編集員呼びましたとかっていうと。抑え、うん、だから言っとくと、おいって言われたから呼ばなかったんだけど、あ<ー>だけど、 そうなんだよ。でも、まあ、それは自粛してるところももちろんあって、それでいうと、他局の話ももちろんしづらかったですね、別にある程度はできるけど、うん、例えばじゃあ、官邸の方とか、フジテレビの方と日本テレビの方を呼んでっていうのは、すごい中立的なこの200万円の零細企業だからこそできる可能性もありますよね、そこら辺は。うん メディアの系列、壁越えられるってのは確かに。うん、いやだだ逆に言うと、その、朝日でもカンテレでもあの、平石さんでもいいんだけども、日経テレ東大学だと、先方も出づらいかもしれないじゃないですか。うん、出るにあたって社内で多分、臨理通さなきゃいけないかもしれないので、その点、この、えー、独立リハックだと、もうちょっとこう、軽くいけるかもしれない。<あ><あ>い可能性あれ,あれは、あの、なんだっけな、あの、目バキバキのアナウンサー、あの、うん、平ろさんがすごい仲いい人。 毎週金曜ひろきさんが一緒に喋ってる人、ひろいさんうひろいさんもこのチャンネル <laughs> 出て、くれ、るかな、なね、バキバキではないと思うけど。疲れてるだけですよ。毎日やってるから。<laughs> 表現の仕方がすごいね。その形容詞かよっていう。失礼。いや、コメントに目バキバキの平井さんで出てたから、俺、それ読んだだけで、俺が思ってるんじゃないよ。終わりだよ。<laughs> だって、毎日、その9時から11時まで生放送やったら、それは疲れますって。そうですよ。俺、平井さん、だ、だちょっといじ、あの、面識ないけど、好きだから、いじってるだけで、本当は尊敬してる、なので、バキバキなとことか、本当に。 <laughs> <laughs> いや、平石さんってすごい物腰柔らかい方なんですよね、本当は多分。私も1回だけゲストで行かせていただいたんですけど、初対面にもかかわらず、もう深々と事前にご挨拶来てくださって、お土産まで渡していただいて、なんかすごい、なんかね、なんかも,もっと横変なリスクもあるのかなと思ってたんですけど、めっちゃ丁寧に接してくださいましたよ。 ヒュー西さんから盛り上げもらったことなんて一度もないですよ。なん,なんだその特別待遇ム。後 <laughs> 藤 <laughs> さんとは仲良くクリーンだからスポンサーつきそうだと思ってるんですが。<laughs> いやいやいや,いや <laughs> あちょっと後藤さんと話してて思ったのが、うん、その後藤さんの,その後輩とかで、こいつその経済面の分析とか情報収集能力優秀だなって人ていました。うん、ああ、それいますよ、もちろん。うん えか日系の後輩ってことですよねあのなんかその出れそうな人で出れそうっていうのは、えあ e m a とかに出れそうってことが記事がか で記事も書けたとしても、やっぱこうテレビとかで喋るのってまた違うじゃないですか、えー、それってあのいきなり放り込んでうまい人もいるけども、もやっぱりこうう、ま、しゃ喋りだと苦手だって人いるので、そこは読めないですね、この人、テレビ出したら喋れるのかどうかって見えないので、実際に、であんまり出てない人が多いですからね後藤、うん、さんがうまくいってるのって、やっぱり分かりやすいじゃないですか、金が儲かりそうって、すごい登録する理由、すごい分かりやすいじゃないですか。うん、でワンンチャンその情報で得するかも ないなのでやっぱりその経済系っていうのでいくのであれば、うん、やっぱ経済分析毎日のようにちゃんとやるっていうので,で、うん、後藤さんになりたい人死ぬこといると思うんですよなのでその後藤さんになりたくて経済分析できますっていう人がそのこういう今日のニュースはこういうのですみたいなのをちょこちょこ出していくっていうので,でメディアとして分かりやすく引き出すとかを高橋さんが担当するっていう形にすればその分析と伝えるっていうのが共同でできるじゃないですか。あー でプチでごとをいっぱい作っていく。 え、でも、え、このチャンネルに日系の現役社員を連れ込んでくるってことですかそれで、は、それは100%無理じゃないですかなんでだよ。その、その人も、あの、相当な覚悟ないとこのチャンネル出れないです。ちょっと待って、ちょっと待って、後藤さん、後藤さん。えなんで無理なの無理でしょえんま社えいや、ここ出たらもう相当やばいでしょ、多分。俺と後藤さんは円満退社なんで無理なの円満退社だけどさ。えそれは多分無理だと思う。応援すべきでしょえんまん大社した。 あれだよ。明日のなんかニュースピックスのあのサムネがよくねえよ、本当に。ああ<ー>、<laughs> 明日ね、ニュースピックスあるよね。うん、そうそう。<laughs> あれで非<う>満大者になるな、多分本当にもう。昨日え、おとといだっけ、収録してきて。あでもどう、内容的にはそんなにあれですよね。ちゃんと明るい感じで、そ,そんななんか日経とかテレ東に対して、こう、喧嘩をす,、うん、するような発言って基本ないですよね。だから消滅の、消滅の真相,真相みたいな。うん 言えるわけねえだろって言って、ただ申し訳ないから、うん、面白い話をなんかちょっとして帰ってきた気がするな、確かに。<ー> <laughs> だけど、ま、詳しくはね、あの、うん、まあ、ね、向こうも仕事だから見てもらった方がいいそうそう。明日、明日かな明日の夜配信じゃないですか。ピボットもさっきなんか配信してくれてましたね。<ー>すごい、高い俺、はいはい、ちょっと平昭さん、平昭さん、置いてく自ますと、うん、俺、栗山派生と喋りました。 なん,かなんでそれが自慢なのか分かんないんですけど、<laughs> はい。それはそれは嬉しい。<laughs> と喋ったってちょっとミーハー的に嬉しいです。すげえかっこよかったです、だって。はい。イケメンだった。<laughs> いや、まあ、僕ほら、毎,毎週国山ハさんと喋ってたから、それ,それを自慢されてもと思って。<laughs> <laughs> いや、すごいん、ね、で、ピボットすごくて、はいはい、俺初めてだけど、すりメイクつくんですよ。 ええとかセットしてくれて、ね、後藤さんね、ピボットメイク、そうそう、同じ日に収録いててあのか別の収録だったんですけど、いや、本当しかも、その、めちゃくちゃメイクしっかりしてますよね。なんか、普通の民放のメイクとかよりも、すごいなんか、しっかりしてくれてやばで、そうで、スタジオも超かっこいいし、なんかね、資本が違うよね。えーまあ本当に圧倒的な格差だよ。ひろきさん、知ってました いやら知らなかったんですけどすげえ優秀だなと思ったのは結局その経済番組に出てるおっさんの見栄えなんてどうでもいいんですよ、うん、見る側にとってみたらね、うん、でも出る側はそこのメイクさんがつくとかちゃんと対応してくれるっていうところでここまた出てもいいかなと思うわけじゃないですか、うん、それかだから東工大の先生があの番組には二度と出ねえあいつら俺のことひどい扱いをしたみたいになるわけじゃないですかだからそういうところが分かってやってるからちょっとピボって優秀だなと思いました この間あの3月1日の午前中に、あの、高橋さんに呼ばれて、あの、このリ新リハックの番組収録に行ってきたんですけど、あの、場所がですね、高橋さんの家なんですよねで。家の、しかももうなんか3畳ぐらいの作業部屋でもう本がもういっぱい並んでて、 まあ正直めちゃくちゃ誇りっぽい感じで。<laughs> そこでおっさん2人で座って、なんかもう、あの、ドンってカメラ、もう倒れそうなぐらい、本がちょっと傾いたら床に落ちそうなぐらいの感じでカメラを置いて、あと本棚の上に iPhone 無理やり置いてみたいな感じで。<laughs> すごい、すごい。で、その翌日にピボット行って、なんかいろいろ感じましたよ、本当 <laughs>。なんかそれ後藤さん、舐められてるのかなってなりませんいや、それで、後藤さん、すいません、炭酸水しかないんでとかって言われて、あ、<laughs> いいですよって言って、開けたら考えられないぐらい泡がぶっ でもうなんか床とかもびちょびちょになって私のスラックスも濡れて「あこっちさん大丈夫大丈夫」すとかってもうこ,れ抜いあのこれ拭きますからむしろほこり取れてきれいになりますとかつっててもうなんか静かに帰ろうかと思いましたけどね<し>本当 <laughs> もうそうだって収録場所ないしさなかったで <laughs> でもあれ後藤さんひろゆきさんね、うんうん、あれやばかったですよ後藤さんとその収録した時退社して1日目だったんですけど 本当10時から12時ぐらいに収録したんですけど、うん、なんか収録途中にふと、俺、こんな真っ昼間に部屋で後藤さんと二人で喋って、何やってんだよ、中年二人で喋って、みんな一生懸命オフィスで働いてるのに、うん、自宅で41歳と2歳のおじさん二人で雑談して、ヘラヘラして、俺、何やってんだろうと思いましたね。確かに、しか喋ってる時急に高橋さん、文脈も関係なく、一人でなんか、にやけてる時とかで多分そういうこと考えてたんでしょうね。<laughs> <laughs> ちょっっととやべえなこれと思って <laughs> なんかこれ世間の人がまともに一斉に汗水垂らしてるのに、うん、俺なんかこの確かこの確かこのなんて言うの背広っていうのスーツ着て、うん、で行くとこもなく公園とか家の中にいて「こって。<laughs> <laughs> おじさんで喋っっててこれ人生つむんちゃうかかと思 <laughs>、うん、なんかでもなんかそれこそその収録したのが3月1日の午前だからあの独立してまだ半日も経ってないぐらいででもやっぱこう朝起きたらちょっとな寂しいって言ってましたけどな,なんか独特の感情があったみたいなのが出てましたよね。そう俺28までは全然ですねなんと思わなかったんですけど、うん、3月1日ふと朝起きた時にすごい寂しさが来てなんかいろ,いろんなものがなくなっちゃったのと本当に今日行くとこねえなと思って。 なんだかんだ言ってこうに、テレ東にそんなに頼ってなかったような気がするけど、やっぱり依存してた面はあったってことなんですかね、気持ち的に。んどうないや、だからそ,その感情もそうなんですけど、そんなその後先のない40歳のおじさんの家で、時間を使う後藤さんっていう、年収億超えてる後藤さんの、そのなんか、弱みでも握られてるんですか、<laughs> なんでそんな協力的なんですか。 いや、面白いからっすよ。<laughs> なんか、いろいろ面白いじゃないですか、この、このチャレンジは。だからちょっとこれを覗きみたいなっていう、<ー>なんかその、なんか時間がもったいないとか、これギャラもゼロで全部出てるんですね。しばらくあ<ー>あの軌道乗るまでギャラゼロでいいよって言ってて。だからお,お金も時間も確かに合理的に考えればもったいないんですけど、まあ、ただ単にこう面白い、この彼のこのチャレンジをちょっと近くで見てみたいっていう好奇心ですね。<laughs> めっちゃありがたいよ<も>こ,こういうタイプの頭のおかしい人って多分近づかないで見てる方が安全ですよ。 <laughs> そうか、じゃあちょ,っと <laughs> ちょっともうちょっと距離を置きますね。置かないで、置かないで、同じ隅田川沿いに住んでるじゃないですか。<laughs> ほら、こうやってね、個人情報をどんどんばらして戻すって、ここに行くんですよ。<laughs> ね、あそこに住んでるんでしょ、後藤さん。確かに、なんか、長く近くにいても、なんか、いいことなさそうな気がします、ね、<laughs> 待てきましたけみんな、みんな、その、ないよ。本当にいいことしかないから、後藤さんもね、全部俺のチャンネルには出た方がいいよ、ほに。<laughs> で、うん、そうよ。 さっき言った、だから1個ね、このチャンネルで本当にイケて大学できないことをやりたいんだけど、1個は確かにためだとコラボとかあるんですけど、1個俺からこれやりたいなと思ってて、これ、皆さんお二人のどう意見聞きたいんですけど、ちょっと間に合うかどうか分かんないですよ。だけど、まもなく統一地方選あるじゃないですか。でね、国政でもいいんですけど、俺、唯一テレビ局にいてできなかったのは、俺、政治の。 まあ批判的なスタンスはやっぱジャーナリストがちゃんとやってるから魅力いっぱい引き出したいと思ってるんですよ、基本的に。で、興味を持って,って楽しくしたいっていう、その二つを持ってって政治に関数をね。で、これやりにくかったのは、選挙の番組の事前はやっぱやりにくくて、で、かつ、まあ、それでもテレ東って偉いなと思って前日にやってやろうとしうことあったんだけど、で、かつ俺、面白いのは、注目の選挙区ってあるじゃないですか。例えば今回で言うと、この間、今井ルールさんが、あの、出た、あそこの田地味だっけかなとか、うん、今度、 帰宅挑戦とかも結構面白そうなんですよね、うん、注目の選挙区で公示で立候補した人を、えー、全員一応全員を声掛けしてで出てくれた人を呼んで例えばひろゆきさんとか後藤さんとかまあそういう方 MC で注目の選挙区の人をやっていくとなんか地方政治盛り上がりそうじゃないですか投票率も上がるかもしれないし<ー>再生回数いかないと思うんだけどいくかがだなとは分かんない、うん、あのやり方だけどそういううな事前にこう注目選挙区をちゃんとこう全員呼んでやるみたいな事前のとかはできなかったなと思ってそれはどうのっしゃですか うん、東京都北区だったら僕詳しいですよ。そうだ、北区の暴れん坊だ。えいやいやいや、<laughs> 地元なんで。<laughs> そう。でも、あの大沢みきおさんよりよっぽど詳しいですよ、僕の方が。いや、あそこのほら、現役区長さんも出て、大沢さんも出て、あと、駒崎さんみたいな方も出て、うん、な何人かあの盛り上がりそうじゃないですか。だから、それこそ北区の星宏之さんがあの MC やって、その北区調整について、ちゃんと公平にね、公平に議論するって、結構。 北組以外でも価値があるキスないかな。<や>公平が結構難しいと思うんですよ。え、なんで？僕だからその北組に対するその思い入れというか、あの結構足その要はずっと実家は今でもあるし、もともと北組ずっとやってたので。うん。 だから多分、大沢さんが北区分かってない発言とかされると、ちょっとピッとしようと思うんですよ。だから始まる前に、ぎスり始めるんじゃないですよ、本当 <laughs> で、ただ、来たの没落は、その花火予想だったやつが、僕が子どもの頃からずっと口を読んですよ。だからやめろ、やだの具体的に。花口調やってんのかよ、<laughs> お前みたいな。だから、どっちを冷静に見られないんですよね。<laughs> でも、これは、例えばですけど、これはね、例えば2人仕切りがいることで回避できて。 これ、ひろゆきさんがそう言ったら、バランス取れるのがリハックマですから、そう、リハックマがバランスをちゃんと取って、まあ、全体としてこうバランス取っていけば、まあなんか、それはありなのかなとは思う、ちょっと,思っと、これでも、ひろゆきさんやる、これ、やる価値っていうか、公、ま、平、あ、に行くにどうしたらいいかって議論一つあるけど、た多分,多分だけど、ちょっと、間違ってたら総務省の人、ちょっと注意してほしいんですけど、俺が逮捕される前に、あのー、多分これ、法律違反じゃないし、やる意義あると思いますね、事前にちゃんとやるっていう。 でもあの放送法と YouTube 関係ないので、総務省も関係ないので、全然問題ないと思いますよ、オジーなんか問題なさそうですよね。で、ね、社会的な部分ですね。そうですね、だただ公平にやれば、俺、そうなんだよあんまり皆さんに迷惑もかけないかなと思ってて、ただっ選んでもらえばいいっていうか、後藤さんどう思かだもしあるとするとその、放送いつなのかとか、放送する時間帯によって、それは選挙活動ではないかっていうので、演者側の人が公職選挙法に触れる可能性があるみたいな。 そうですね、だ超調べてやった方がいいな、な,なんかね、8時までは、例えば8ぐらいだと思ったんですけど、8時だからそこら辺までは、街灯でやっちゃいけないって言うんですよ。だけど、でもね、街灯じゃなければ、確か行けたっけ、ちょっとこれは不確かでちょっと調べた上でやんなきゃいけないですけど、ちゃんと調べてやった。誰かか弁護士の知り合いねえかなちょっと弁 なこの番組危ねえわ、本当に。<laughs> でも、いろいろこの <laughs> まあ,まあ,ま,あ,ま,あ、まあ、まあ、こうやって計画することは別にいいじゃないですか。で、一回やってみたらいいんじゃないですか。で、面白い選挙区って言ったら言い方悪いかもしれないですけど、やっぱトピックがそこそこあるようなところで、でもそんなにこう世の中に知られてないようなところをつ取り上げてみるのはいいと思いますし、ただ、あのこれを現時点でもう10個、20個とやっていってシリーズ化していこうって考えると、多分負担的にもう続かないかもしれないので、例えばやっても全然再生数も伸びないし、 数字に現れないこのやりがいとか意義みたいなものも感じられなかった、ない中で5回、10回続けていくというと疲弊しちゃうから、まあ、とりあえず1回やってみる、あのガーンってこうシリーズをあの立ち上げるんじゃなくて、まあ、試してみるっていうのがいいんじゃないですかね。さかが、後藤さんってさ、ひろゆきさん、バランス取れたこといいよね、やっぱ。<laughs> だから、そこやっぱあの、真っ当な会社員と、真っ当じゃない会社員、<laughs> 同じグループ会社だったんだけど 本当だよな。そんな円満と追い出される人と3ですよ。追い出されてねえよ自己都合、<laughs> 自己都合ですよ、これ、本当に自己都合だよ、俺。<laughs> え、遺留はどれぐらいされたの、遺流は。遺流は、まあ、されなかったって言った方が面白いけど、い一応、しゃレ程度の遺流をされたシ、シャレぐらいの。うんだから、なんていうの、このほら、いやー、高橋、本当なの、もっとんなこういう道あるよって言って、いやー、あ、そう、分かった、みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 軽<く笑>そうそうそうちゃんとちゃんとちゃんとしたこを言ってくれた人もいた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 ,いた、うん、し今みたいな人もいたけどあのいろ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 なパターンがあったね確かにね後藤さん移流されました移流は結構されましたよよく<お>、うん、だってごっちゃになってんだけど、うん、そうなんだよなそうそうごとさんをやめたとけ移流はそうかされたか、うん、<お>そこそこはい そそこそこねお父さん、ま、うん、っとうだし、そんな迷惑かけてないもん。<laughs> いや俺がまっとうじゃなくて、迷惑かけてみたいな言い方に <laughs> 普通に自己都合対策ですけど。でもちょっと僕、気になったのが、その高橋さん、もともとバラエティめっちゃ好きな人じゃないですか。別に YouTube でバラエティやってもいいんじゃないですか。おういやこれね、弊害が一個あるのは、本当にですね、 俺、車歴18年なんですけど、車歴の16年は本当にバラエティばっかり作ってたんですドキュメン、ドキュメンタリーとバラエティ作ったんですけど、うん、最後の2年の印象で退社しちゃったから、うん、今、単価の安い YouTube の話とか、経済の話ばっかり来て、バラエティの相談なんか本当に、唯一ね、東海テレビだけが本当に一緒に企画出さないかって言ってくれたけど、も東海テレビだけだ東海テレビ感謝だよ、本当に。 ね、で YouTube でトップの人たちって、そのはじめ社長だったり、ヒカキンさんだったり、トカオウエアだったりとかって、みんなバラエティーの企画を出していく人たちじゃないですか。で、18年間プロでやってきたんだっていう自負があるんだったら、その面白い企画で YouTube で戦うっていうのをやってもいいんじゃそれはあるかもしれないけど、うん、バラエティーどうだろうな でもやっぱバラエティって私、同素人ですけど、こう日系テレ東大学でやってたような対談ってこう小規模な所帯でも軽くできそうだし、あのスタジオとかシャビーでもまあなんとかなると思うんですけど、バラエティってやっぱ相当、マンパワーも金もかかりますよねそうかかるものも多いし、まあかかる、おっしゃる通りかかるものも多いですねでで。そこでお金かけないでギャラクシー賞を取った高橋さんがいるわけじゃないですか。そうかそこでお金をかけずにギャラクシー賞を取った俺のことか。<laughs> <laughs> <laughs> だからバラエティーにはね、まあただ、バラエティーというか、僕、ドキュメントバラエティーなんで、バラエティーやって、佐久間さんのノブロックとかって、あれ、本当に王道のバラエティーで、俺、あそこまで王道のバラエティーじゃないんですよね、その、バラエティーっていうか、なんだろう、情報とかですね。パーッたわ。何ね、稲津監あのマクドナルドのハンバーガーしか食わないっていうので、1か月暮らすっていうバラエティー企画がありまして、あれ、バラエティーじゃなくて、ドキュメンターです。けど <laughs> それを俺がやったらもう寿命分かんないけど、どうなんだろうな分かんない、まあ。マックに限らず何事も同じものを毎日食べたら体によくない可能性が高いじゃないですか。ちょっと科学的な最終的なら分かんないけど。でもほら、ま、毎日配信それやったらどんどん伸びてきますよ、うん、体重が。ちょっと俺は何回も言うけど、うん、マクドナルドからも。 スポンサーの出向もらいたいから、マクドナルドの悪口は絶対言わないよ、俺はどん俺はチキンナゲットも大好きだし、<laughs> マスタードもバーベキューも全部つけるし、毎回 2>, <laughs> 2つ頼むからね、俺は。<laughs> じゃ飲み物全部コーラ、シュバとかしま飲み物は創健ビチャですよ、大体。<laughs> マクドナルドはもう、照り焼きマックバーガーのセット。あともう1個はその時の季節のセット、これ2つ頼んで、2個食いするっていう41歳なんだから。<laughs> マクドナルドに貢献してるよ、俺は。 でマクドドナルドだからそう、要は毎日やれる企画でバラエティーのものでお金がかからないやつっていうのを考えるの、高橋さん、得意じゃないですか。確かに。そのチャンネルだから、このリハック以外にも作ってもいいか。いや、リハックでいいと思いますよ。いいっすか,だから同じチャンネルで、たその配信別に長くする必要なくて、もう同じ時間で15分とかでいいですよ。うん ただ、何かの客を15分必ず配信してるっていうので、あ、あそこねっていうので、姿勢が中間化する可能性があるので。うん、あそっか、それはいいな、だから、まあでもなんか、コンテンツの種類が結構、ばらけるとよくないみたいになりませんだって、なんかちゃ、真面目な動画メディア見たい人がこう、バラエティーうっとしみってあしかみしれないじゃないですか。んそんなことないかな、うん。チャンネル分散した方がいいのか、一つでやった方がいいのか、理論って、いろんな人がいろんなことを試してるんですけど、今のところ、正解がないか、正解です。 俺は一個実験したんですよ。実験して、やっぱりね、ちょっと社会的なものと、えー、バラエティー的なものが交違うか実験したときに、うん、とある AKB ってアイドルととあるひろゆきっていう人をガッチンコしたら本当に相性が悪かった。ただね、ひろゆきさんと AKB の相性が悪いわけじゃないんですよね。ただ、ファンの方が初めはちょっとハレーション起きたね。ただ、ただね、これ面白いもんで続けてったら、 最後は結構、融合してたんですよね結構ひろゆきさんのことを AKB ファンの方も応援してくれたし、<ー>でもひろゆきさんも AKB のことをそれなりに興味持ってくれたから、ひろゆきさん、AKB のことをもう誰も覚えてないでしょ、多分。ええ、ちょ覚えてますけど、その成功するパターンと融合がうまくいくパターンって、同じ人が出ている、うん、結果として、この人が好きだから、バラエティーやろうと、真面目なことやろうと、この番チャンネルは見るよねっていう、そチャンネル登録者数、めちゃくちゃ伸びてる人が成功するパターンに多いんですよ。 ヒカキンさんが真面目なことやってもゲームやっても企画やっても全部ヒカキンさんがいるから見るみたいな。うんうん、でこのチャンネルは高橋さんのチャンネルなんで、うん、高橋さんがやってて高橋さんにファンを増やすっていうのが守れてれば僕はそんなに分散っていうかそのコンテンツが嫌ってならない気がするんですよね。あ<ー>ただなんかあれだなまあヒロさんがそう言ってくるのは本当に嬉しいんですけどなんかもうちょっとこうちゃんとメディアっぽくしてきたくてすごい。うん 理想を言うと、なんかやっぱり、俺個人というよりもすごい、なんだな、ここって難しいですよね、YouTube でう、うん、自分の主張した方がファンつくかもしれないですけど、やっぱり主張はせずに、いろんな方が出て、いろんな方がちゃんとこう、例えば後藤さん、それこそ後藤さんも MC ね、もちろん MC やってくるんですよね。ああ、いいですよ、はい。ありがとうございます。<ー> <laughs> 軽いな。<laughs> ひろゆきさんも MC やってもらおうからねもうこれ決めたから、俺。だから、そういうチャンネルしたいから、ちょっとニュートラルにいきたいと思うんですよ。 っていう意味で言うとその、事前選挙特番と民家とコラボ以外、何かないですかもう一個ぐらい、日経って言ったけど、できなかったこと。いや、できなかったことって、僕より、僕らより高橋さんの詳しいでしょ。っていうか、そのアイデアまで吸い取るなよって話、<laughs> ノーギャラで。<laughs> そうだよな。でもね、俺、できなかったこと、本当にいっぱいあるから。 それはちょっとぜひぜひあのちょこちょこや、うん、るんですょだから高橋さんの中でもやりたくてもやれなかったことってそて別にむかついてるとかじゃなくて当然系列があるし、うん、そのメディアのグループに属してるしいろいろできなかったことはあるからそれはなんかいい意味で試してみたいな、うん、思うよねあその僕があの芸能人の人と話すチャンネルがあるんですけど、はい、あれ全然伸びないんですよね494なですかあそうですだ俺ちょっとコンサル入ろうか月に十万ぐらいでいやだ結局そのあのまあ 自分で言うのもおこうがましいのですが僕が僕の考えを喋ってるところは割と伸びるのですが僕が他人の話を引き出すんだとその他人の人気がないとどうしようもないっていうあ<ー>そうねだからよなよなはちょっとまあ俺もあんま深く見たことあるわけじゃないですけどそこあんまり伸びてないですか だからあれはもう僕がホストとして相手の人のを引き出すことになっちゃってるので僕の考えとかを言ったりあんまないんですよ。で、アベプラとかに行けてるとって僕がこう考えるとぶつけて相手が嫌な気持ちになるっていうので楽しむコンテンツじゃないですか。で、夜なの夜なの来てもらってる人の話を引き出すっ別に喧嘩をする気はないので気持ちを変えてはい,いてるんですけど、うん、面白いいいにはならならっていう、うん、喧嘩するっていうのは次の収録から。<laughs> 誰も来んってわいいんですすけどなななんか面白くなる気がしないんですよ、ね、<laughs> でも、それ、ガチレスすると、マイディを採用したらあの、その世な世なの経営者の方から200万ぐらい欲しいですけど、うん、あれ、もう一人モデレーター立てたほがいいですよね、モデレーター立てて、ひろゆきさんにも考え聞きながら、カズレーザーさんにもこう,こう聞いてって、で違いが出たとこでちゃんとぶつけさせるとか、うん、ちゃんと仕切りが一人いないと成立してないなと思いましたけどね。 そうあ俺、ちょうど空いてるよ。米の,の毎週何曜日収録 <laughs> や,<ぱ>やらは<れ>高いけど <laughs> いや。全然やるとこないと思うんですけど、はい <laughs> あれ。バラエティーの行動としてはそうですよね。絶対そういう行動があって。いでなんかそういういくとなんか、アベプラとか日行テレるとか、僕が誰かを嫌な気持ちにさせたコンテンツはうまくいくっていう謎の法則が今のところは外れてないんですよ。で、人を気持ちよくさせるとうまくいかない,いう <laughs> そういうはないんだけど、そんなことはないのよ。はい、だって、スザンヌさんの回とか。 が伸びてるんんだもんやっぱりあ決してね別にボコボコにするだけじゃなくてあくまでねこ俺のこれは持論うぜえな俺持論語り出したやべえよ <laughs> <laughs> やべえも <laughs> <laughs> でもこのひろゆきさんこれから出ていただくとしたらあの高橋さん的にはこの新チャンネルではひろゆきさんにどんな感じで今,今までと同じイメージなのかちょっとやっぱこう、えー、使い方って言ったらあれですけど変えていくつもりなんですかあ全然同じ,全く同じあの自由に俺は リハックでもみ,みんなさんに言ってるんですけどお父さんにも言ってるけど自由にやってもらえばいいですなな成田さんはちなみにどう,どうなの成田さん成田さんはまあ、うん、多分出てくれるんじゃないかな多分ちょ,ちょこちょこっとひろゆきさん成田さんコンビではなくてひろゆきさんはひろゆきさんでっていう感じまあやっぱ俺も食っていかなきゃいけないじゃないですかうんってなるとまた、あ、いろんなこと考えたんだよないろんなこと考えて新チャンネルでは、うん、まあひろゆきさん と、あともう一人、こうく、組む方を、ちゃんと、ひろきさんがちゃんとした人じゃないわけじゃなくて、ちゃんとした人と組んで、こう、政治社会系のことをやりつつ、成田さんには、なんかそのカルチャー系っていうんですか、俺すげえ、うん、これ言っていいのかなまあ、いいか。すげえ、もう収録一回してたんですけど、すごい面白いお坊さん見つけたんですよ。で、あのー、17ライブってわかります ?17 ライブの CEO だった人が、 去年突然辞めたんですよ。で、なんかしばらくいなくなって、何してんだろうと思ったら、急にインドで出家してたんですよ。<laughs> で、やっぱこの人の人生観とか考え方とか聞きたいですよね。すまあその方すごい人で、うん、確かグルーポンとかジモティとかもファウンダーとか立ち上げてて、ファウンダーとして立ち上げにかかってたりして、うん、それこそ、それこそねサイバーで、サイバーの本当昔に、なんかあのー、サイバーの子会社に、それこそ藤田さんとか、 堀江門さんとかとも、冷明期に仕事してたんですよ。うん。方がいて。だけど、急に出家したんですよ。うん、みたいな、成田さんと俺ね、社会人のための C 入門っていうのをやったんですよ、2K テータで。うん、あのコンテンツ結構好きで、そういう死生観、人生観、あるいはカルチャー、ーうん、クリエイティブとかも作るジャンルやりたくて、うんうん、俺、成田さんにお願いしたら、 今までのこのリハックの再生回数が2倍になって、俺の懐がすげえ超えるんじゃねえかっていうクソ残念、まあ、<laughs> ちょっと本当に打算で申し訳ないけど <laughs> な。なんとなくでも成田さん、それならこう受けてもらえる可能性高そうな気はなんとなくするけど、どうなのかな。まあ,ないあのね、うん、そうね、まあ、ちょっと人の脳みその中身を本当推測しないっていう、この俺の中にかあるか分かんないんですけど、成田さんのそういう、この、なんていうの、トークは聞いてみたいなっていうか。うん ナ成トさんとそう、ずっとなんかね、本当俺、初めて会った時から生きるとか死ぬっていう問題に関して、クールに考えてる気はしてて、すごい。うん、すごい深く考えてる気がしてて、うん、そういう話とか、あとあの人、ほら、やっぱ、なんちゅうの、ひろゆきさんみたいにね、あのコレクションにはガールズコレクション出てないけど、ナ成トさんも結構おしゃれじゃないですか。うん、そういうのとか、なんか意外にドラマとかを見てるから、そういうの話すのはいいのかなっていう気は、うん、したのと、後藤さんは、ひろゆきさん、あれですよ、今まで集まれ金融の森っていう番組集まったじゃないですか。うんうん 今新チャンネルではもう収録決まってるんですけど、集まれ経済の森っていう番組やってもらおうと思って。返して変わってないですね。で、今までスタートアップ系の番組としては超ファンタスティック未来ってあったじゃないですか。スザンヌさん出てくれたんですけど、うん、これもなんと MC スザンヌさんで新ファンタスティック未来っていう番組作ろうとしてます大丈夫などんとどん変わってないですね。新ポジ変わって、内田麻衣さんにもクレイジーキャリア雑談会っていうのをやってたんですけど、一応クレイジーキャリア雑談っていう番組を。 どうなんだろうあの、不正競争防止法で訴えられたら結構厳しいと思うんですけどね。全然違う、新ファンタスティック未来と超ファンタスティック未来、全然違うじゃん。出てる人一緒ですよね。ただ、一個大きいのは、向こうは事業やめるわけだから。ああ、はいはいはい。事業はしないんだから。

に視聴者の方のですね、うん、僕、その<さ>あのあベンチャーで僧侶になった小野さんより、うん、小野さんが師匠にしてる、インドの笹井さんのほが気になるんですよねサイさんは俺もすごい気になるんだけど、なんか、かちょこちょこサ笹井さんの話聞くんですよね。残念ながら、先週の世界不思議発見でもうすでにやっちゃったあ、マジっすか、そうなんです <laughs> さすがな、さすがなの世界、ササイさん、よく話ありますよね。はいはいはい なん,でどういうなんかあの普通にそのインドでなんか修行みたいな話で、その日本人の人が結構、インド宗教界の中の派閥の方で発言権を持ってるみたいな話になって、なんで日本人かみたいなで、何回かこうそういう話聞いたんで、笹井修礼さんでしたさんもすごい収録したいんですけど、俺、基本的に金なんか海外はズームになっちゃうんだけど、笹井さん、パソコン持ってなさそうじゃないですか、インド行けばいいじゃないですか。 金ないよ、本当にもう、ひろゆきさん、本当に。昔はバックパッカーとして行っていたのに。そうね、バックパッカーだけど、バックパッカーとしてでも行く金ないですよ、この会社には。<laughs> <laughs> <laughs> だからサブスクがな1万人ぐらい超えたらな。なんか同説1万超えましたよ。同つの人全員がしゃべいに。 買い入ったまあ、でもな、な全然入ってらなくてもいいんですよ。あの俺俺ね、俺俺のやっぱり理想はね、テもともとテレビマンだから、やっぱ無料メディアを作りたいってなるから、全然無理して入んなくていいです。本当金が有り余っている人は、あの入ってもらって、月810の入ってもらえば、それすごい嬉しいんですけど。ここの辺の、ね、決意が1年後にどう変わるかですよね。もう毎日入ってくれって言ってる可能性あるからな。<laughs> <laughs> そうなんだよな、まあそういうのあんだよ。だけど、そう。 あとこの会社、もう一個だけちょっと聞きと聞いておきたかったのはあ、あとちなみにね、一応だから、会社、隣っていうのが理白にしてるんですけど、隣は一応ね、なんかその多分、俺、家ついてってマニアなんで、うんうん、家,家ついてってやってるくいで不動産マニアなんで、なんか不動産系のチャンネルをやろうとしてるのと、あとほら、ひろゆきさんとこれ何回も話したことあだけど、人の金で旅行に行くのがマジ好きなんで、うん、一応、旅系のチャンネルは追い追いつくりたいなと思ってるんですよ。チャンネル分けるんだ うん、なんか、あのー、その方がやりやすいかなと思って。へ<ー>いやー、負けないでか、高橋さんのチャンネルでまとめた方がいいと思いますけどね。マジ、はい、旅チャンネルって、具体的にどんなイメージなんですか、まあ、俺は本当にいつもあれなんですけど、俺が人の金ただで旅行行ければいいとしか思ってなくて、うん、<その> <laughs> ただね、基本的にいやいやずっと興味あるのは、やっぱりなんか結構穴場みたいなとこ好きでして。 うん、この間も例えば鳥取で AKB のミュージックビデオを撮るみたいな仕事をやったんですけど鳥取砂丘を勧められたんですけど鳥取県からはだけどやっぱすごい足で探して北条砂丘ってところで撮ったんですよね<ー>北条砂丘って知らないですよね後藤さん、うん、聞いたこともないあの鳥取って実は2個砂丘があってすごいでっかい砂丘が、うん、確かち,ちょっと覚えてないなナンバーツーと規模は北条砂丘の方がでかかったのかもしれないですけどちと、うん、はうろ覚えなんですけどみたいな とこがあってただここは本、ね、当観光地じゃなんか知られてないんだけど、すごい広い砂地と、あと実は、ね、行くと、その広範囲地も全部砂で、そこでここワインとか美味しいの作ってるんですよ、うんまあ、ラッキョとかも作ってるんだけど。あー とかね、面白いとこいっぱいあるから、それ結構ね、あの、それ、実際その日本っていい場所っていっぱいあるっていろんなとこで聞くんですよね。でもそれぞれのあの街、うん、ってこう PR がまあ下手というか、すも知らないし、SNS も力のいいものも、あるもの持ってなかったりするので、結構埋もれてると思うんですよね。だからそういうのがうまく開拓できれば、うん、あの、 いい形で受給がマッチングする可能性もあるし、今ちょうどそれこそインバウンド含めて、うんえー、あと日本人も今円安で海外旅行高いから国内旅行みたいになってるので、うん、かいいかもしれないですね。時代に合ってるような気もしますけどね。そうですよね、うん。町おこし的なことにもつながるかもしれないし。そうなのよ。意外にそういうとこいっぱいあって、うん、そういうとこをいっぱい楽しく紹介する番組、それこそ。 あのー、リハックチャンネル出てくださった方とも一緒に行きたいし、うん、それじゃなくて別にカメラ一発でもいいんだけど、うん、意外にあんのこの間も南岩って愛媛の、うん、愛媛ってあるじゃないですか、まあ、道後とか行くけど、うん、もう高知との県境がすげえ遠いんですよ、空港から。うん、南岩ってとこなんだけど、でもそこ行くと、本当に昔ながらの漁港ですげえ石垣がちゃんと残ってる石垣集落みたいなんですよ。うん、で、俺行ったんだけど、一応観光地風のことやってんだけど、 一切人いないんだよ、ね、やっぱり <laughs> 本当になんていうのもったいないすげえ綺麗な村なんですよ。夕日も綺麗でね。うん、で、水も長期や透明度高いし。だけど。うん、なんで田中さん、それ撮った素材使わないんですかそうね、とだから編集しようかな。はい、<laughs> <laughs> 一応、だからそういうのね、いっぱい撮ってるとこもあるし、最上地方っていう、これ、ひろゆきさんに話したことありましたけど、その最上地方っつって、あの最上川流域のとこのお寺って、その名根っていうね、 死者同士を結婚させるっていう風習がまだあって、そういうお寺とか、結構昔の風習がちゃんと残ってるとことか、なんかまだまだ知られてない日本っていっぱいあるんですよ、そのいい旅、夢気分とかが行く、いい旅、夢気分、いい番組だけどね、箱根とかも好きだけど、裏のこう、まだ知られてない日本みたいなのを、ちょっと海外にこう、俺知らせるの好きだから、そういうのなんかやりたいとね、高橋さん、自撮りして自分でしゃべって動画撮った方がいいと思いますよ。 マジで喋、はい、れるし、うん、そしたら、儲かるかな、そしたら ANA とかスポンサーくれるかな <laughs> <laughs> そうじゃコスパよく儲かると思いますよ。 再生も伸びそうな気がするし、高橋さんのファンもよりこう深くなってきそうな気がするし、でかつね、さっきの,その,あのひろゆきさんと AKB の相性みたいな話ありましたけど、旅って誰にでもこう,あ会うというか、なんかあもう見たくない、嫌だって思わせるものじゃないから、うん、なんか自然とこう、あの例えば政治、経済ともあのシナジー悪くないような気がしますけどね。はい 地方創生文脈にもなるじゃないですか。なんか、うん、一応やっぱ俺結構グッときたのが昔テレビだった時に、うん、えっとね、パシレ秘境ヘリコプターみたいな番組を、まあ、滑ったんだけど、でもすげえいい番組だったんだけど、作ったことあって、うん、ヘリコプターですごい山奥の限界集落に行って、でそこにいる人に、そ,そ,そういうとこって本当に東京に出るのめちゃくちゃ大変なんですよ。 そこに人にどっかヘリ行きたいとこありませんかつって聞いてどこでも連れてくみたいなのやってたんですよ。その時に、まあ、そこのお年寄りの方と話しててすごい、まあロケしたんだけど結局すごいちゃんとした手紙をお礼で頂ようとかってなんかもうすぐこの集落はやも,う、ね、もう獣道になっちゃってここを記録に残してくれてありがとうございますみたいなことを言わ,言われた時にすごい胸が締め付けられて<ー>んこんな人きすげえ綺麗な村なのに確かにあと。 数年で、例えば足腰終わったらもう住めないし、うん、そういうとこでいっぱいあるんですよね。そしたらそ,そこにあった祭りも消えちゃうし、うん、そこのちょっとした風俗とかも消えちゃうじゃないですか、風習は。うん、超もったいねえなと思って、うんあそ。そういうのなんか、そういう類似番組みたいなのテレ、テレビってなんかなかったりしないんですかね。だからまあ、Google e a r でやってるんじゃないですか。ポツンと一ってみたいのは、あ<ー>まあ、 一生山奥だってことだけに関して言うてやってるんですけど、別に俺が言ったのは山奥だけじゃないんですよね。別にその、うん、南岩もね、南岩ってすごいんですよ知ってますその、<laughs> これ言っていいのか、まあいいんだよね。これ大丈夫その、大丈夫だよな。そう。タイ、タイ,タイって言うじゃないタイ。うん、タイもう、まあ、新鮮なの美味しいし、まあある程度気持ちんだけど、よりこの臭みを消すために、南岩って町って、タイの一回血液全部抜いて、そこに、そこの南岩って、 アイナンゴールドみたいなオレンジが名物なんだけど、そ,のそれを血抜いて一回それを注入したりしてるんですよ。そういうでも、でも、すげえ美味しいんですよ、爽やかな風味、を食ったんだけど、ちょっとやべえ感じが出てるけど、うん、いやさっきの,その旅のやつで他人の金で旅したいんだったら、高橋さん、絶対出た方がいいですよ。 マジでだ例えば、旅で AKB が旅するのを作ってもらいたいと思ったら、高橋さんに頼む必要ないじゃないですか。そうね、AKB 頼むわいいね。私じゃあそのなんか、うちの町の取ってほしいってなっても、別にいろんな制作会社あるじゃないですか。はい、か高橋さんに頼む理由って、高橋さんが出るからなんですよ。うん、で、じゃあ、地方の役所とかが広報予算とかあって、その観光客とかでなんかこういう動画作んなきゃいけないよねっていう時に、 割とその担当者個人のこの人好きだからこの人に会いたいとかで決まったりするじゃないですか。そっか。だから愛知県でも AKB に会いたいって言ってたおじさんがめっちゃ金払って AKB 呼んじゃないですか。うん、だから高橋さんがそのなんか旅に来て楽しそうに来てるしてるっていう動画を見て、あじゃあ高橋さんにうちの街来てもらいたいっていう方が多分仕事増えると思うんですよ。そっか。じゃあちょっととで、まあ、でまも俺ちょっと これ以上ちょっと保育園のパパともにいじられるのつらいから、じゃあ、またイカ,イカとかクマみたいなの作ろうかな、なんか。いや、ククマでいいじゃん。<laughs> だから,だからクマの着ぐるみを毎回地方に持っていくとめちゃくちゃ大変なので、そこぬいぐるみで、うん、その着ぐるみのように見せかけるっていう、そういう撮影技術でごまかす方うがいいんじゃないかなと。そっか、昔のなんかモグタンみたいにいましたよね。なんか、<laughs> なんとかみたいなね。アニメになるやつ。<laughs> くるくるくって回ってタイムスリップするみたいなやつね。<laughs> はいはいはい ああいう昭和のいですもう一回かけるか。<laughs> <laughs> そうですね。それはいいかもしれない。じゃあ旅も、これ、あれ、まあ、ひろゆきさんはたまに、たまにこううう、多いと申し訳ないからだけど、たまに俺、俺、本当にイケトルタイクの曲で好きだったのは、本当に俺、あのー、最終回の時、気持ち泣いちゃったんだけど、リアックビめっちゃ好きだったんだよな、あれ、かったかたまにひろゆきさんにもお願いしたい。そういう、たまには出てくれるよね、ひろゆきさん後藤さんもほい。ごさん 大丈夫ファイナンス旅とかちょっとやんないですか <laughs> ファイナンス旅ってなですかね<え> <laughs> <laughs> 適当なこと言わないでください。<laughs> いや、斎藤浩平さんとはマルクス旅やるって俺、もう約束してます <laughs> いや、まあ、旅好きなんで全然もう喜んでいきますけどです、でもコンテンツになるのか、うん、まあコンテンツになるかわかんないですけど、ね。後 <laughs> 藤さん、旅好きなんですかいや、でもど,どこでも行きますよ、喜んで。 あじゃあでも地方のなんか、さびれてる工場とか見に行くのはちょっと面白そうな気がする。ああ、好きです、好きです。だからそれこそ本当に、いわゆる観光地とかみんな知ってるようなとこじゃないとこに行くのは好きなので、うん、なんかそれこそ逆にこれきっかけに行けたりしたら、なんかむしろ嬉しいぐらいですね。あんなちょっとすげえ、ひろゆきさん、ひろきさん。うん、地方の後藤さんといえば地銀から金引っ張れそうだな。れ <laughs> もありますね。好きやらばスポンサー持ってくる。あんまり、あんまりスポンサーつけたくないんですよ、私は。<laughs> 確か<に>俺でも、これもね, <laughs> ね。<laughs> 俺すげえ、まあ、後藤さんにつけちゃだめだけど、うん、そうだよな、後藤さんにはつけない方がいいよな、だから、ちょっとだけ地銀の人と対談だけ染まっていいかな、旅行ったら。<laughs> <laughs> 思いっきりスポンサーじゃん、それも。<laughs> <laughs> でも、地銀って、実は調べっとめちゃめちゃ面白いんですよ。だって地銀、地元の企業の情報がすべて集約してて、例えば地銀の人と対話する、でその地銀が集めた顧客と対すると地方経済超見えてきますから。 いやさ、確かにそれはだから面白いだけじゃなくて、自分自身の取材というか、日本経済を知るすごくいい勉強になりますよね。じゃあ、そのお金をもらったスポンサーコンテンツじゃなくて、地銀に取材するという体で、で、そこのバツ投げをコンサルフィーとして高橋さんがもらってるってことで,いいですか。<laughs> いいかいよ、コンサルフィーをスポンサーと同じぐらいもらおう。後藤 <laughs> <laughs>。 ついローカルファイナンス旅。いいじゃない。 うん、地場産業いっぱい見た、ひろゆきさんとも群馬行った時見たんですけど、ね、カリカリ梅の工場とか、面白かったですよね、うんうん、確かにあの地,地元でやってる人がどうやって儲けてるかとか、確かに面白いですよねだ金融って言ったら、まあ、よりちょっとその具体的すぎるけど、やっぱ地方経済ですよね、それぞれの町の、なんか幅広い関西経済とか、東海地区の経済とかじゃなくて、もうある町とか、あのそ,のそこにある、えー、特殊な産業だとかで、それはなぜ回ってて、何が課題なのかとか、そういうのを見ると、なんかすごく面白そう。 そうですよね人間模様とかも出てきたりすると、うん、この視聴者の方のコメントでも、うん、山,山形県の青旗工場来てとかこういうとこ来てみたいなのいっぱい来てますからこれはやっぱね来てくれたら嬉しいとこっていうのはあのちゃん旅だってさ青森の結構俺聞いたことない町行ったけどね宏行、うん、さん面白かったですよね確かになんか地方系は割と面白い気がしますね。 うん、でかつその辺ってあの、既存の新聞社とかテレビ局がなかなか手が及びにくいような気がするんですよねであの。地方紙とか地方のテレビ局はやってるかもしれないけど、そういう人たちは東京とか全国の人にはなかなかアウトプットできないし、でキー局がやれるかっていうと、多分マンパワー的にそこまで及ばないので、ある意味こう、ね、ブルーオーシャンかもしれないですよね。そちょっとそ,のそういうところに行って、いろいろ企画を、だからリハック旅ももちろんやるし、うん、ローカルファイナンス旅。 うん、マルクス旅、いろいろこう立ち上げて <laughs> いろんな人旅行って、それに合ったスポンサーから金もらってがっぱに儲けてやる本当に。<laughs> あその僕の今日あの飲み会で話をしたところが、うん、あの丸陽地物っていう石川県のあの中野都町っていう聞いたところもないところの繊維工場なんですよ。えー、でそこが東京ガールズコレクションにスポンサーとして。 そのモデルに金払っっってるっててやるすごい結構ちょっと地方でちゃんとうまくやってるところとかこういう技術があるんですよみたいなのって話聞いて,てみると面白いですよ。うんうん、面白いな、ぜ絶対、変変な変な俺らが知らないこととか技術持ってるその、さっき言ったタイにみかん汁流,流し込むっていうのも、うん、実はすごい特許持ってる工場がそこにたまたまあるんですよ。血抜きって難しいんですけど、うん、血抜きはまだしももう一回液体入れるって結構なことじゃないですか。血抜きと <laughs> で結構そ、確か地方って面白いのいっぱいあるから、それは、じゃひろゆきさん、後藤さん、どこ行きたいかだけちょっと2、3個しててもらっていい今、まあ、考えますか、考えます。<laughs> あと、これ <laughs> あれですよ。視聴者、今考えてもらってる間に一応言っとくと、うん、視聴者の皆様も、あ、サブスクモねでぜひ入ってもらったら嬉しいんですけど。あ、なんかでもチャンネル登録者数3万超えましたよ。すごい,すごいすす、すごい。あれだ、あれだ、あれだ。 解説1時間、解説っていうかね、告知して一時,時間か2時間ぐらいですかね、3時間ぐらいか嬉しいですけど、まあ、サブスクの人てちょっと嬉しいですけど、スポンサーもお待ちしてて、まあ、ちょっとよくわかんないんだけど、概要欄か公式ツイッターかどっかに、どっか本当雑談、俺どこにあるかも覚えてないぐらい駄目消したんですけど、どっかに見当たると思うのと、うん、なかったら俺のね、あのツイッターにダイレクトメールでもいいんで、本当になんかこう、あの、なんていうかね、あの来てほしいとか、まあ、ちょっと。 金はちょっっとしっかりいただきますけどあとあれじゃないですかサブスクに関してはそういう裏話的な映像をコンテンツとして提供するってことですけどもなんかそのリアルな、あのー、会場に呼ぶとかそのまあそのサブスクの数がそんなに例えば1万人とかだったら大変かもしれないけども数百人とか2,000人とかだったりするんだったらなんかこう、うん リアルなつながりとかあるようにしたら面白いかもしれないですよね。この今までの日経テレ東大学とか既存のメディアができなかったことかもしれないし、そこから多分また気づくこといっぱいあるでしょうからね。まあ、コロナでちょっとリアルできなかったらいいですよね。オンラインサロンとかうまくやってる人たちが、そのだから仙台でイメントやりますとかで、その仙台近辺のオンラインサロンを参加者が参加できるようにするみたいなやって、日本全国でこうオンラインサロンのユーザーがちゃんと満足とされるようにするっていうのもあったりするんですよ。 そうですよね高橋さんもその地方に回るっていうので、そこのサブスク払ってる人がこう集まりやすくするみたいなそうですねそういうのも本当、ちょっとちゃんとけ結構あのあれ、去年のいつでしたっけ、10月ぐらいに日比谷でリアルのイベントやったじゃないですか、日経テレ東大学で。あれ、私も呼んでもらって、その後あと、えー、お客さんとも少し交流したんですよね、立ち話とかしたんですけど、やっぱ普通に。 あのいい感じの距離感であのお客さんが言ってる言葉も私として結構インプットがあったりとかするところもあるのでなんかい,いいと思いますけどねでそういうのってあのはっきり言ってちょっと面倒くさいじゃないですかでだからこそ誰もやってなくて新しい世界切り開けるかもしれないので。 うん、いいんじゃないかなとは思いますけど、まあ、ちょっとサブスクがどれぐらいの人数が入ってどんな人か見てみないと分かんないけど、ちょっとちょっと試しにやってみてもいいと思いますけど。サブスク1万人いくかなどう思います 1>, <laughs> ?1 万人はね、多分ね、行かないと思う。<laughs> 何人くらい、<laughs> 100, 100人くらいはいくかな、うん、?100% すらすぐ行くんじゃないですか。あのやっぱりなんか日系テレ東大学、すごくコアなファンっていると思うので、いたと思うので、その人たちがこう、今これだけで一瞬でこんなにね、1万人も。 えー、リアル視聴してくれてるぐらいだから。うん、嬉しいな、本当に。サブスクで1万はちょっとなんか大変そうな気がするけど。1万に行ったら安泰なんだよな、ほんと。そうそう <laughs> ああ、ちょっと俺も本当になんか倒産の恐怖を抱えずに。でも多分今月だけで1000人を超えるんじゃないですか。1000人行きますかね。うん、なんかこのペースだと行きそうな気しますけど。 ぜひねそ、まあまあまあ、でもまあ、無理しなくていいですで無料でね、楽しめるように、<laughs> 俺はそこ、アドセンスでちゃんと回収できるような、そのためにも、うん、ピボットより深いね、うん、ピボットとニュースメーピックスを超える、まあでもね、児嶋、ニケテル東大って、ちょっとその、政治ガチンコのイメージもありますけど、まったり深掘りとかのあの話って、マジでちゃんとしてましたからね、児嶋フヒトさんのお話、まったり深掘り l i も、そうそう、火曜日に、 まったりふかぼりんっていうラインを今作ろうとしてるんですよ。一文字増いただけじゃいまったりふかぼりんっていうのやるそれはいろんな、もうガチの学説とか学者とか世界の天才とか呼んでですね、のやっていこうと思うので。結構でも今チャット見てても、あのサブスク入るみたいな声が結構多いですね。そのなんかサブスクの会員番号7000って7000人いったってことなんですか <laughs> えマジで嘘そことある <laughs> それは。 そんな奇跡あんの俺、そ,<れ>そんな奇跡あんのそれ本当だったら大変なことになる。これ買えるよ、<laughs> ワイシャツに。ジャージ増やしてくださいよ、じゃあ。<laughs> いや、でも結構、このサブスこの手のサブスクって、その、高橋さん、さっき、あのー、違うと思うけどね、7000万円台だから7000円じゃないと思う。そのサブスクがね、そのサブスク用。 特別コンテンツ、映像はしょごいみたいなことをおっしゃってましたけど、別にそのコンテンツ目当てに月何百円払うっていう感じではない気がするんですよね。あの、まさにこうなんかこう応援したいとか、うん、あの、それこそこの、あの、ほっといたら3ヶ月でこの番組、 もう高橋さん、もろともおこっぱみじんになっちゃうかもしれないわけであって <laughs> あ、それをこう支えると、この番組なんかおもし、し今日話聞いてて、なんか面白そうだし、持ってもらいたいし、ちょっと寄付するぐらいの気持ちでやる人がな,なんとなく多いような気がするので、うん、まあ,あの、そんな感じで、1か月でも2か月でもお付き合いしてみてくださると、高橋さんも元気になるんじゃないでしょうか。いや、本当に、ねうん、元気になるあの。あの、あくまでね、この、うん、なんていうの そのサブスクは、本当ですよ。これちゃんと言ってた方がいいのなんか、俺もほら、被害者、すぐちょっと油断すると被害者を無部して同情集めて、加熱しようみたいな、結構やべえとかあるから、ちゃんと言っとくと、まあ、なんていうの会社の事業としてはね、あの会社は会社って株式会社は都内っていうところを本当事業化して、ちゃんと大きくして、将来、まあ、まず初めはニュースピックスと、えー、ピボットだとね、 ただみんな金泉さんもさ佐々木さんの一派もいい人でさ一緒に何かやろうぜって優しくしてくれて俺すげえ嬉しいんだけどハセンさんもいい人でさ本当にあ<ー>、やっに一緒にやってくんだけどいずれは倒すじゃんやっぱそれは <laughs> でその後とからやっぱテレビをね超えるちょっとテレビの何かっていうのはもうちょっと絞るかもしれないけどテレビを超えるものを何かこう作っていこうみたいなで新聞に代替するものを作っていこうみたいな後藤さんだとしたら俺ちょっとそこのテレビっていうのはちょっと思うからそういうふうにこうなるべくね会社を成長させていきたいと思うので ししてほしいなちょっとと一、ね、俺、ひょっとしたら、新しい会社、ちょっと、もうすぐ内定して勤めるかもしれないから、から起業しながらと、一応サラリーマンも頑張って、俺、ずっとね、言ってたの、日経テレ東大で政治家も起業も、俺、安心しながらできるべきだと思ってるから、だからそれをちょっと目指してて、もう一回乗務争いもしながら起業したいんですよ。うん、で、起業もしたんだけど、あ三3月3日に株式会社前で,できたんですけど、うんなんですけど、 そうそう、だからそういうの目指したいから。まあ、高橋が、上え地にするだろうと思って別にこう。 サブスクにいた,あのいただかなくても大丈夫です。なんかそう思っていただいちゃうと申し訳なくて。あそ,うそうだとすると、1、2か月後、ふざけんなみたいなことになりかねないってことですね。<laughs> まあ、だから,そ,うだからそ,うそ,そこは違くてあの、ちゃんとご飯は毎日今、丸ツで買った砂糖ご飯を食べながら、ちゃんと生きながらやってますんで、ちゃんとのかんだけど、ちゃんと刺身は1000円ぐらいするの買って食ってますから、だから大丈夫なんで、<laughs> あのそ,そういう、どうしようも本当にありがたいんだけど、あくまでこのチャンネル、もし応援してくださる方がね、うん、としたら、うん、ぜひぜひ。 お願いいしたいっていなるほどねそ、うん、そうそう,そう7000から始まってるっぽくて、で、多分300人ぐらいもう入ってるっぽい。えー、すごい、300人、ね、からいか。だから7240番の人がいるみたいなのがあったんで。だから300人ぐらいか、えー、今。多分そんな感じじゃないですかね。めちゃくちゃありがたいですよ、えー、その300人の方、本当に。だからもうサブスクになったら、それは裸でなんかいろんなコンテンツを高橋さんが出してくれるっていうんで。裸なん <laughs> でこれ。ミニパンダとか出してたじゃないですか、日経テレトの時 あれ、たまたま、もう俺の子供5歳、4歳かなという子供が見て、本当に。本当にさ、もう、なんであんな姿俺、息子に見られないと本当にいけないんだと思って、本当に。<laughs> <laughs> 全世界で一緒に、高橋さんのミニパンダを。うん、ミニパンダをね。高橋さんさ、<laughs> あれこれ、サブスクいくらだったっけ 確か880円か、ね。これってちょ,ちょっと聞いてみてもいいですかその880円って高いか安いか、あるいはいくらぐらいがだとか、その辺のなんかこう、<ー>価格の目線って皆さんどんな感じなのか気になるなと思って、確かにねチャットでちょっと書き込んでくれると。880円どうですかうん いや僕はこれあの、聞かれたら高いと言うけど、でも、880円しかないわけだから、払うってう、そういう感じじゃないかなって気が、ひろゆきさん的に見ると、880円はいい設定って感じで僕か。僕900円台でもいいと思ってますね。 おういけてる土台見るような人って、多分1000円とか500円で困るみたいにそうじゃないと思うんですよあ。じゃあ500円にしても900円にしても、多分か数はそんな変,わんな変わらな、はいっていことですかね。なので、あのただ1000円を超えると、なんかそれはちょっと1000を超えてるかあるので、うん、1000円以下だったらほぼ変わらないかと、うんうん。なるほど、なるほど。ちょうどい、500円ぐらい,い。ちょい高いが多いけども、はい、まあちょい高いが多いぐらいが一番いい設定なんですかね、どうなんでしょう。500円だと。 500円、五百円の声多いな。500円がいいってありますこれで間違っちゃいけないのは、同説1万もずっと見てるやつは、貧乏な暇人が多いです。やめろ、本当に見てくださったことない人たちだろうよ、応援してくれた。のこと言わないで金持ちは終わった後に、大族でふーんって見るんですよ。おかしいだろ、本当に。同説で見てくれてる1万人の方、本当感謝ですよ、本当、めちゃくちゃありがたいよ、本当に。ただ、 金儲けしたいから880円でいこうかな <laughs> <laughs> いや、意外にね、日経テレ東大学の同じ,同じラインナップ揃えと思うんですよ、月から日までね。意外に制作効か,かんなんこれ、本当に。だけど、あそこまで持ってくのがまず第一歩だし、やっぱあれを超えたいからな。やっぱりそうじゃなきゃ、外でやる意味ないし。リハックって、リハックじゃないですか。9、うん、になったね、9。急になったんですよ。で、これはね、あのー、 ックっていうところからもともと来てて、ミクロとマクロの視点を聞き来しながら社会とか、えー、人間とかを見るっていうのと、あと、リ、再びハックっていうのをかけてて、ハックって、まあ、なんかライフハックみたいなのをこう攻略するとか、あるいは壊すみたいな意味があるんですよ。で、何回でもおかしいと思ったら、こう、組み立て直してみるみたいな意味をつけてたんだけど、本当に日経通り大学がハックぶっ壊れたじゃん。<laughs> <laughs> だけど、何回でもね、直すっていうのと、ただその時に一個大事なのは、なんで壊れたんだろうとか。 えー、壊れた先に何があるんだろうとか、えー、そういうものを常に旧問いを立てていきたいなでその問いに対する答えを見つけていきたいなって意味を込めてリハックにしたんですリハック9年、うん、だから、まあ、日経テレ東イクぶっ壊れたからそれを真摯にやっぱりもう一回受け止めてこれねいろんな原因がまあなんか世に想像されてるほどやばいものではないかもしれないし、まあ、かといってすごいあのああそっか って笑顔でねでねきるほどども大人じゃないけど、うん、ただ別になんかそれに対しても一緒のこの過去に対して言う気はないんだけど、やっぱりそこは壊れたり自分なりにこう考えて、急、うん、立てて、改善していこうと思うんですよね。と、うん、いうのでリハックにしたんで、あれ、俺何の話なのか、8ピ0円のサブスク入ってった話ね。要はねサブスクって今コンテンツ何にもないんですかえ <laughs> <laughs> サブスク。 何もない、そう、なんかそういえば今日1個置いてくれって。いや、その、あの、何にもないは、さすがに入ったかどうかの確認すらできないので、<laughs> なんか1個置いといたほうがいいですよ。ただ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 。そういうところなんですよね。た何個か、何個かも取った、何個かも取った。<laughs> 編集が取っ,た撮,った撮ったじゃなくて、早く置かなきゃいけない。うらもう高橋さんがありがとうございますっていう5秒の自撮りとかでもいいので、<laughs> ひとまず1個はあげといてください 1> 1個。1個はお知らせみたいなの置いてありますあ。あるんですかあじゃあ、じゃあ、ですえそれは<あ>サ,ブサブスク専用の映像が1個置いてあるんですか ?YouTube に置いちゃった、それ。あの、ほな <laughs>。いや。 今から寝ずにとりあえずサブスク専用を上げといてください、明日の朝までに。サブスクのでも動画もちょっとちょこちょこ撮って、そこそこ後藤さんとの,あれのアフタートライダのね、うん、3月1日のも。はい、そ,<う> <laughs> そこでいいもの上げなくていいだ、ね、よ。何回上がってるか大事なの。<laughs> いや、今日この後配信切った後と、この3人でちょっと撮るからな、本当に。そう言い出したヒロきさんが悪いからな、これちょっと。あ、 あのお時間もそろそろ、はい、だいぶ疲れてきましたね。だいぶね、あれなんで、本当に視聴者の皆さんもや、はい、明日た仕事だとたら。ひろゆきさん、めちゃくちゃ優しいですよね、こんなあの、ね、高橋さんの経営相談に乗ってくださってるわけじゃないですか。えー、もう失敗してるお通りになったら、僕、指さして笑うんで。<laughs> <laughs> 優しい、意外にこういう口たたくせに、こいつは優しいんだぜ、みんなこの人は優しいんだぜ。<laughs> 営業妨害してやるじゃあ最後あの 一言ずつですね、後藤さんとあのひろゆきさんからいただいて、で日経テレ東大学の、はいえー、じゃなんか最後終わりに最初の一言と新しいチャンネルに向けてをですね、えーはい、じゃ後藤さん、ひろゆきさんの順でいきますか。私ですか、はい。えっとまあなんか日経テレ東大学って私の整理だと、 このエンターテインメントめっちゃ強いけど、あの教養にとかあるいは報道みたいな観点ではきちんとできてないコンテンツってテレビとか結構あるような気がするし、逆に真面目な新聞とかって、教養とか報道とかはしっかりしてるけども、やっぱりエンターテインメント性というか、多くの人を引きつける工夫がなかったりすることがあって、これがなんか2つに分かれちゃってるような気がしていて、どっちも100点って無理だけども、なんかど,どっち も780点取れてるみたいなのがあれば多分ハマるはずででそれが日経テレ東大学がやってきたことなんじゃないかなと思ってるんですよね高橋さんどう思ってるか知らないけどでそういうのってまあ多分アベマとかもやってるんだろうけれどもまあ高橋さんのやり方ってその可能性がありそうな気がするからうんそういう私としてはなんかそのエンターテインメントと共用の融合するこれまでにないものを動画コンテンツで なんかこう具体的に何ができるか分かんないですけどね、今日話してたみたいな形で、白地の中からこうワイワイやりながら試行錯誤できれば面白そうだなと思ってます。そうすればまあ別にあのギャラがなくてもいいしあの、時間取られてもいいし、やって面白くていろんな人が喜んでくれれば、それだけで私ハッピーなので、なんかそんなのやってみたいなって感じですね。よろしくお願いしますさんんなかお願いします。 いや、あの、その、リハッキューの名前見て、テレビ東京の看板コンテンツ、エヴァンゲリオンの映画の名前パクったんだなとしか思わなかったい、ね <laughs>。エヴァンゲリオンなんて言われるでしょう。ジョハッキュー。ジョ。<laughs> リハッキューじゃなくて、読み方、リハッ。<laughs> ですからね。<laughs> いや、だから、そういう、やっぱ、相変わらず高橋さん、ゲスだなと思って、で、まあ、無職になって、高橋さんが。相変わらず、ゲスっぷりは変わってないので、安心しました。<laughs> はい。ありがとうございます。ゲス橋としてですね。<laughs> 続き。このチャンネルは、一応、ちゃんと言っとくと。 やっぱ一1個、俺、ジャーナリストじゃなくて、やっぱり初心表明演説に近いけど、やっぱりね、ディレクターなんですよ。うん、で、どっちかっていうと、演出家なんですよ。で、演出って何かっていうと、1つは、なんか、物事の魅力を引き出すことだと思ってるんですよね。で、それは褒め殺すだけじゃない、例えばバチバチとか、議論とか、時にはバチバチもあるんだけど、でも、あくまでやっぱり魅力を引き出していきたいっていうのが、政治家、経済に関してもっていうのが1個あるのと、もう1個は、なんだろうな。 俺これ家ついてても日経でてもそのつもりやったんですけど、許容っていう文化を生み出したくて、俺ね、共感っていうのは無理だと思ってるんですよ、絶対。俺やっぱ共感できないこと多くて、それはね、いかに共産党の国田さんと話しても共感はできないんですよね。だけど、なんか立場違っても、許容できる社会っていうのは大事な気がするのと、そういうのはできる気がするんですよね。で、これ家ついていっ,ったときに、なんかこう、いろんな人の人生は、許容できるようになるといいなと思ってやってたんだけど、 じゃあいや、AKB の女の子が高橋さん臭いっていうのを許容してほしいって言ってると <laughs> き違いのなと思って。<laughs> <laughs> いや、AKB の前行くときはじゃあちょっと香水とか振りかけ、か臭いのと香水混ぜるとやばいんだっけ余計やばそう。だから魅力引き出すとね、許容。あと、ちょっとちゃんと選択するようにするっていうのを <laughs>、この番組の <laughs>、まあ、チャンネルのね、 ええ、目標にして、あとまあいろいろ視聴者の皆さんのこから勉強させていただきつつあの、ミスることも多いと思うんですよ、本当にね、うん、あの不完全な人間だし、まあ、本当にミスあの、スタッフも少ないし、ミスることも多いと思うんですけど、いろいろな意味で、まあ、その際はあの適宜検証、反省しながら改善していきますので、ぜひぜひあの、いいチャンネルにしていけばと、お続きもうリ,リハックマはもう早々に発注するんですか。 1回入社ど打ち合わせして、来週も今日打ち合わせします。あれどれくらい時間かかるもんなのああいうの、正式に発注したら。1ヶ月ぐらいかかんない。1カ月ぐらいでできるんだ。いや、もっとかかるでしょ。二ヶ月ぐらいかかるかだ。まず初め、イラストでいいんじゃないですか,だかここに合成されてみたいな CG みたいな。どんくらいかかりますかねそう、ひろゆきさんいや。イラストベースはすぐできますけど、昔作った時にに3ヶ月とか半年とかあった気がするんですよ。うん でもそんな可能性あるなぁ、ね。ひろゆきさんのファイナンスもついたんで、あのもう早々に発注しておきましょう。そうだね。それまであ、それまであのパンダ貸してくんねえかな、もう一回。<laughs> <あ>ダメだろ <laughs> <laughs> ね、あのパンダをさ、いつか救い出せたらいいね、あの人と倉庫に眠っちゃうのよ。でもなんか目標として、テレビ東京80周年ぐらいまでには、あのパンダ救い出してよな、うん、本当可かわいそうだよ。 うん、まあでも、2回目使いづらくしたのは高橋さんですけどね。<laughs> 売ってくれるんかな、テレビ東京な、本当にな、あのパンダな。100万ぐらいなら出すのに、どうせ倉庫にしまうだけだろうと思うんだよな。盗み出せばいいんじゃないですか。いいすかまあ、あるっちゃあるからな、これな、おかな。被害届出さないと思うんですよね。そ <laughs> <laughs> う持って帰っちゃうか、これ。多分でもあの資産としての焼却も終わってるんで、うん。ありっちゃあるじゃないですか。 こ誰が怒るかなピラメキパンダ、こっそり。でも出てたら怒るだろ、やっぱりそこ。<laughs> またそこにあるんだ <laughs> ちょっっこっそり飾るならいいけど。だめ <laughs> だよ。<laughs> はい。犯罪は犯さないっていうことを、なるべくこのチャンネル、<laughs> なるべくじゃない。このチャンネルの目標に、まあ、なんかなんか本当にいろいろね、ぶつかりながらだけど、進んでいければと思います。で、本当にじゃあ、視聴者の皆様ですね、引き続きリハックチャンネル。で、気が向いたらサブスク。 まったりリハックですかまったりリハックっていう。<笑><笑>よろしくお願いできればと思います。演者の皆さん、ちょっとじゃあ、その、サブスクールのところ用ので、つってか、2トークつけてもらいますんで、え<っ>えお願いいたしますけども、視聴者の皆様、本当に夜分遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。<っ>引き続きろよろしくお願いします。ありすい、ずいすいまい。つこれで多分終わるのに10秒ぐらいかかるんですよね、きっと。はい。本当にありがたかったよ。もう1万人も見てくれましたからね。